使徒行伝第一章「テオピロヨ私は先に第一巻を表してイエスが行いまた教え始めてからお選びになった人たちに精霊によって命じた後天に上げられた日までのことをことごとく記したイエスは 苦難を受けた後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、四十日にわたってたびたび彼らに現れて、神の国のことを語られた。そして食事を共にしているとき、彼らにお命じになった。エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい。 すなわちヨハネは水でバプテスマを授けたがあなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろうさて弟子たちが一緒に集まった時イエスに問うて言った「主よイスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですか?」。彼らに言われた。 時期や場合は、父がご自分の権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではない。ただ、精霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで、私の承認となるであろう。こう言い終わると、イエスは、 彼らの見ている前で天にあげられ、雲に迎えられて、その姿が見えなくなった。イエスの登って行かれるとき、彼らが天を見つめていると、見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていて言った。ガリラ屋の人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。 あなた方を離れて天にあげられたこのイエスは天に登っていかれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになるであろうそれから彼らはオリブという山を下ってエルサレムに帰ったこの山はエルサレムに近く安息日に許されている距離のところにある彼らは市内に その止まっていた屋上の間に上がったその人たちはペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイアルパヨの子ヤコブと熱心党のシモンとヤコブの子ユダとであった彼らはみな婦人たち、特にイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちとともに 心を合わせてひたすら祈りをしていたそのころ百二十名ばかりの人々が一段となって集まっていたがペテロはこれらの兄弟たちの中に立っていった兄弟たちよイエスを捕らえた者たちの手引きになったユダについては精霊がダビデの口を通して予言したその言葉は 成就しなななければならなかった彼は私たちの仲間に加えられこの務めを授かっていたものであった彼は不義の報酬である辞書を手に入れたがそこへ真っ逆さまに落ちて腹が真ん中から引き裂け腹綿が皆流れ出てしまったそしてこのことはエルサレムの全住民に知れ渡りそこで この辞書が彼らの国語で「ケける玉」と呼ばれるようになった血の辞書との意味である。紙幣に「その屋敷は荒れ果てよ。そこには一人も住む者がいなくなれ」と書いてありまた「その職は他の者に取らせよ」とある通りである。そういうわけで主イエスが 私たちの間に行き来された期間中すなわちヨハネのバプテスマの時から始まって私たちを離れて天に上げられた日に至るまで四終私たちと行動を共にした人たちのうち誰か一人が私たちに加わって主の復活の承認にならねばならないそこで一同はバルサバと呼ばれ またの名マッテヤとの二人を立て祈っていったすべての人の心をご存知である主よこの二人のうちのどちらを選んでユダがこの人の職務から落ちて自分の行くべきところへ行ったその後を継がせなさいますかお示しください」。それから 二人のためにくじを引いたところ待って屋にあたったのでこの人が十一人の人たちに加えられることになった。2> 第二章五巡節の日が来てみんなのものが一緒に集まっていると突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて。 一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また下のようなものが炎のように分かれて現れ、一人びとりの上にとどまった。すると一同は精霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろの他国の言葉で語り出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国々から、 信仰深いユダヤ人たちが来て住んでいたがこの物音に大勢の人が集まってきて彼らの生まれ故郷の国語で人たちが話しているのを誰も彼も聞いてあっけに取られたそして驚き怪しんでいった「見よ今話しているこの人たちは皆ガリラヤ人ではないか」。そそれれれ、なのに、私たちがそれぞれ 生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは、一体どうしたことか。私たちの中には、パルテビ人、メジビ人、エラム人もおれば、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者もいるし、また、ローマ人で旅に来ている者。 ユダヤ人と回収者、クレテビトとアラビア人もいるのだがあの人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことかみんなの者のは驚きまどって互いに言い合ったこれは一体どういうわけなのだろうしかし他の人たちは嘲笑ってあの人たちは新しい酒で酔っているのだと言った そこで、ペテロが11人の者と共に立ち上がり、声を上げて人々に語りかけた。ユダヤの人たち、並びにエルサレムに住むすべての方々、どうかこのことを知っていただきたい。私の言うことに耳を傾けていただきたい。今は朝の9時であるから。 この人たちは、あなた方が思っているように酒に酔っているのではない。そうではなく、これは、預言者、ヨエルが預言していたことに他ならないのである。すなわち、神が幸せになる。終わりの時には、私の霊をすべての人に注ごう。そして、あなた方の息子娘は預言をし、若者たちは幻を見、 老人たちは夢を見るであろう。その時には、私の男女のしもべたちにも私の霊を注ごう。そして彼らも予言をするであろう。また、上では天に奇跡を見せ、下では地に印を、すなわち、地と火と立ち込める煙とを見せるであろう。主の大いなる輝かしい日が来る前に、 日は闇に、月は血に変わるであろう。その時、主の名を呼び求める者は皆救われるであろう。イスラエルの人たちよ今私の語ることを聞きなさい。あなた方がよく知っている通り、ナザレビとイエスは、 神が彼を通してあなた方の中で行われた数々の力ある技と奇跡と知る人により神から使わされたものであることをあなた方に示された方であった。このイエスが渡されたのは神の定めた計画と余地とによるのであるがあなた方は彼を不法の人々の手で十字架につけて殺した。神はこのイエスを 死の苦しみから解き放って蘇らせたのである。イエスが死に支配されているはずはなかったからである。ダビデはイエスについてこう言っている。私は常に目の前に主を見た。主は私が動かされないため私の右にいてくださるからである。それゆえ、 私の心は楽しみ、私の舌は喜び歌った。私の肉体もまた望みに生きるであろう。あなたは私の魂を黄みに捨ておくことをせず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないであろう。あなたは命の道を私に示し、見舞いにあって私を喜びで満たしてくださるであろう。 兄弟たちよ、族長ダビデについては私はあなた方に向かって大胆に言うことができる彼は死んで葬られ現にその墓が今日に至るまで私たちの間に残っている彼は預言者であってその子孫の一人を大いにつかせようと神が固く彼に誓われたことを認めていたのでキリストの復活をあらかじめ知って で彼は読みに捨て置かれることがなく、またその肉体が朽ち果てることもない、と語ったのである。このイエスを神はみえらせた。そして私たちは皆その証人なのである。それでイエスは神の右に挙げられ、父から約束の精霊を受けて、それを私たちに注がれたのである。 このことは、あなた方が現に見聞きしている通りである。ダビデが天に昇ったのではない。彼自身、こう言っている。主は、我が主に仰せになった。あなたの敵をあなたの足台にするまでは、私の右に座していなさい。だから、イスラエルの善家は、このことをしかと知っておくがよい。 あなた方が十字架につけたこのイエスを、神は主、またキリストとしてお立てになったのである。人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の人たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうか、と言った。すると、ペテロが答えた。悔い改めなさい。 そして、あなた方一人一人が罪の許しを得るために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、あなた方は精霊の賜物を受けるであろう。この約束は、我らの主なる神の召しに預かるすべてのもの、すなわち、あなた方とあなた方の子らと、 遠くのの者一同とに与えられているるものであるペテロは他になお多くの言葉で証をしをなし人々に「この曲がった時代から救われよ」と言って勧めたそこで彼の勧めの言葉を受け入れた者たちはバプテスマを受けたがその日仲間に加わった者が3000人ほどあったそして 一同はひたすら人たちの教えを守り信との交わりをなし共にパンを裂き祈りをしていったみんなのものに恐れの念が生じ多くの奇跡と知る人が人たちによって次々に行われた信者たちは皆一緒にいて一切のものを共有し 資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなのものに分け与えた。そして日々心を一つにして絶えず宮でをなし、家ではパンを裂き、喜びと真心と思って食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして主は、 救われるものを日々仲間に加えてくださったのである第3章さてペテロとヨハネとが午後3時の祈りの時に宮に登ろうとしていると生まれながら足の利かない男が抱えられてきた。この男は 宮詣に来る人々に施しをこうため毎日「美しの門」と呼ばれる宮の門のところに置かれていたものである彼はペテロとヨハネとが宮に入っていこうとしているのを見て施しをこうたペテロとヨハネとは彼をじっと見て「私たちを見なさい」と言った彼は 何かもらえるのだろうと期待して二人に注目していると、ペテロが言った。金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。ザレビ人、イエス・キリストの名によって歩きなさい。こう言って、彼の右手を取って起こしてやると、足とくるぶしとが立ちどころに強くなって、踊り上がって立ち。 歩き出したそして歩き回ったり踊ったりして神を賛美しながら彼らと共に宮に入っていった民衆は皆彼が歩き回りまた神を賛美しているのを見これが宮の美しの門のそばに座って施しをこうていたものであると知り彼の身に起こったことについて 驚き怪しいんだ彼がなおもペテロとヨハネとにつきまとっている時人々は皆ひどく驚いてソロモンの牢と呼ばれる中牢にいた彼らのところに駆け集まってきたペテロはこれを見て人々に向かって言ったイスラエルの人たちよなぜこのことを不思議に思うのかまた 私たちが自分の力や信心であの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめているのか。アブラハム、イサック、ヤコブの神、私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光を賜ったのであるがあなた方は、このイエスを引き渡し、ピラトが許すことに決めていたのに、それを彼の面前で拒んだ。あなた方は この聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を許すように要求し、命の君を殺してしまった。しかし、神は、このイエスを死人の中から蘇らせた。私たちは、そのことの証人である。そして、イエスの名が、それを信じる信仰のゆえに、あなた方の今見て知っているこの人を強くしたのであり、 イエスによる信仰が彼をあなた方一同の前でこの通り完全に癒したのであるさて兄弟たちよあなた方は知らずにあのようなことをしたのでありあなた方の指導者たちとても同様であったことは私に分かっている神はあらゆる預言者の口を通してキリストの受難を予告しておられたが それをこのように成就なさったのである。だから、自分の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは、主の御前から慰めの時が来て、あなた方のためにあらかじめ定めてあった、キリストなるイエスを、神が使わしてくださるためである。このイエスは、神が、 聖なる預言者たちの口を通して昔から預言しておられた万物更新の時まで天に留めておかれねばならなかった。モーセは言った。主なる神は私をお立てになったようにあなた方の兄弟の中から一人の預言者をお立てになるであろう。その預言者があなた方に語ることには ことごとく聞き従いなさい。彼に聞き従わない者は皆民の中から滅ぼし去られるであろう。サムエルをはじめその後続いて語ったほどの預言者は皆この時のことを予告した。あなた方は預言者の子であり神があなた方の先祖たちと結ばれた契約の子である。 神はアブラハムに対して、地上の諸民族はあなたの子孫によって祝福を受けるであろうと仰せられた。神がまずあなた方のためにその下辺を立ててお使わしになったのは、あなた方一人びと人を悪から立ち返らせて祝福に預からせるためなのである。 第4章彼らが人々にこのように語っている間に祭司たち宮守頭佐渡飼人たちが近寄ってきて彼らが人々に教えを説きイエス自身に起こった死人の復活を宣伝しているのに気を苛立って彼らに手をかけて捉えはや日が暮れていたので翌日まで留置しておいた。 しかし彼らの話を聞いた多くの人たちは信じたそしてその男の数が5,000人ほどになったあくる日役人長老立法学者たちがエルサレムに召集された大祭司アンナスをはじめカヤパヨハネアレキサンデルその他 大祭司の一族も皆集まった。そしてその真ん中に人たちを立たせて尋問した。あなた方は一体何の権威、また誰の名によってこのことをしたのか。その時、ペテロが精霊に満たされていった。民の役人たち、並びに長老たちよ。 私たちが今日取り調べを受けているのは病人に対してした良い技についてでありこの人がどうして癒されたかについてであるならあなた方ご一同もまたイスラエルの人々全体も知っていてもらいたいこの人が元気になってみんなの前に立っているのはひとえにあなた方が十字架につけて殺したのを神が 死人の中から蘇らせた、ナザレビとイエス・キリストの皆によるのである。このイエスこそは、あなた方家づくりらに捨てられたが、隅の頭石となった石なのである。この人による以外に救いはない。私たちを救い得る名は、これを別にしては、天下の誰にも与えられていないからである。 人々はペテロとヨハネとの大胆な話しぶりを見、また同時に二人が無学なただの人たちであることを知って不思議に思った。そして彼らがイエスと共にいたものであることを認め、かつ彼らに癒されたものがそのそばに立っているのを見ては全く返す言葉がなかった。そこで二人に 議会から退場するように命じてから互いに協議を続けていったあの人たちをどうしたらよかろうか彼らによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全体に知れ渡っているので否定しようもないただこれ以上のことが民衆の間に広まらないように今後はこの名によって一切 誰にも語ってはいいいけななと脅してやろうではないか。そこで2人を呼び入れて「イエスの名によって語ることも説くことも一切相ならぬ」と言い渡したペテロとヨハネとはこれに対して言った「神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してもらいたい」 私たちとしては自分の見たこと聞いたことを語らないわけにはいかない。そこで彼らは二人をさらに脅した上許してやった。みんなの者がこの出来事のために神を崇めていたのでその人々の手前二人を罰する術がなかったからである。その印によって癒されたのは 40歳余りの人であった二人は、許されてから、仲間たちのところに帰って、歳子長や長老たちが言った一切のことを報告した。一同は、これを聞くと、口を揃えて、神に向かい声を上げていった。天と地と海と、その中のすべてのものとの作り主なる主よ。あなたは、 私たちの先祖あなたのしもべダビデの口を通して精霊によってこう仰になりました。なぜ違法人らは騒ぎ立ちもろもろの民はむなしいことをはかり地上の王たちは立ち構え支配者たちは塔を組んで首都そのキリストとに逆らったのかまことにヘロデとポンテオピラトとは 異法人らやイスラールの民と一緒になって、この都に集まり、あなたから油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らい、見てと御胸とによって、あらかじめ定められていたことを成し遂げたのです。主よ、今、彼らの脅迫に目を留め、しもべたちに思い切って大胆に御言葉を語らせてください。そして、御手を伸ばして癒しをなし、 聖なるしもべイエスの名によってしるしときせきとを行わせてください。彼らが祈りを得るとその集まっていた場所が揺れ動き一同は聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語りだした。信じた者の群れは心を一つにし思いを一つにして 誰一人その持ち物を自分のものだと主張するものがなく一切のものを共有にしていた人たちは「主イエス」の復活について非常に力強く証しをしたそして大きな恵みが彼ら一同に注がれた彼らの中に乏しい者は一人もいなかった 辞書や家屋を持っている人たちはそれを売り売ったものの代金を持ってきて人たちの足元に置いたそしてそれぞれの必要に応じて誰にでも分け与えられたクブロ生まれのレビビトで人たちにバルナバ慰めのことの意と呼ばれていたヨセフは自分の所有する畑を売り その代金を持ってきて人たちの足元に置いた第五章ところがアナニアという人とその妻サッピラとは共に資産を売ったが凶暴してその代金をごまかし一部だけを持ってきて人たちの足元に置いたそこでペテロが言った アナニアよ、どうしてあなたは自分の心をサタンに奪われて精霊を欺き辞書の代金をごまかしたのか。売らずに残しておけばあなたのものであり、売ってしまってもあなたの自由になったはずではないか。どうしてこんなことをする気になったのか。あなたは人を欺いたのではなくて神を欺いたのだ。アアナニアは、 この言葉を聞いていててるうちに、倒れて息が絶えた。このことを伝え聞いた人々は皆非常な恐れを感じたそれから若者たちが立ってその死体を包み運び出して葬った3時間ばかり経ってからたまたま彼の妻がこの出来事を知らずに入ってきたそこで ペテロが彼女に向かって言った。あの辞書はこれこれの値段で売ったのか、その通りか。彼女は、そうです、その値段です、と答えた。ペテロは言った。あなた方二人が心を合わせて主の御霊を試みるとは何事であるか。見よ、 あなたの夫を葬った人たちの足がそこの角口に来ているあなたも運び出されるであろうすると女はたちまち彼の足元に倒れて息が絶えたそこに若者たちが入ってきて女が死んでしまっているのを見それを運び出してその夫のそばに葬った 教会全体並びにこれを伝え聞いた人たちは皆非常な恐れを感じたその頃多くの印と奇跡とが次々に人たちの手により人々の中で行われたそして一同は心を一つにしてソロモンの牢に集まっていた 他の者たちは誰一人その交わりに入ろうとはしなかったが民衆は彼らを尊敬していたしかし主を信じて仲間に加わる者が男女ともますます多くなってきたついには病人を大通りに運び出し寝台や寝床の上に置いてペテロが通るとき彼の影なりとそのうちの誰かにかかるようにしたほどであった またエルサレム付近の町々からも大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人たちを引き連れて集まってきたがその全部のものが一人残らず癒されたそこで大祭司とその仲間の者すなわちサドカイ派の人たちが皆嫉妬の念に満たされて立ち上がり人たちに手をかけて捕らえ公共の留置場に入れた。 ところが夜、主の使いが、極の戸を開き、彼らを連れ出して、行った。さあ、行きなさい。そして、宮の庭に立ち、この命の言葉を、漏れなく人々に語りなさい。彼らはこれを聞き、夜明けごろ、宮に入って、教え始めた。一方では、 大祭司とその仲間の者とが集まってきて議会とイスラエル人の長老一同とを召集し人たちを引き出してこさせるために人を極に使わしたそこで下役どもが行ってみると人たちが極にいないので引き返して報告した極にはしっかりと情がかけてあり戸口に万人が立っていましたところが 開けてみたら中には誰もいませんでした。宮森頭と彩市長たちとは、この報告を聞いて、これは一体どんなことになるのだろうと、慌てまどっていた。そこへ、ある人が来て知らせた。行ってごらんなさい。あなた方が獄に入れたあの人たちが、宮の庭に立って民衆を教えています。そこで、 宮森頭が下役どもと一緒に出かけて行って、人たちを連れてきた。しかし、人々に石で撃ち殺されるのを恐れて、手荒なことはせず、彼らを連れてきて、議会の中に立たせた。すると、大祭司が通って言った。あの名を使って教えてはならないと、厳しく命じておいたではないか。それなのに何ということだ。 エルサレム中にあなた方の教えを反乱させている。あなた方は確かにあの人の血の責任を私たちに負わせようと企んでいるのだ。これに対して、ペテロをはじめ人たちは言った。人間に従うよりは神に従うべきである。私たちの先祖の神は、 あなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせ、そしてイスラエルを悔い改めさせて、これに罪の許しを与えるために、このイエスを導き手とし、救い主としてご自身の右に挙げられたのである。私たちはこれらのことの承認である。神がご自身に従う者に賜った精霊もまた、 その証人であるこれを聞いた者たちは激しい怒りのあまり人たちを殺そうと思ったところが国民全体に尊敬されていた立法学者ガマリエルというパリサイ人が議会で立って人たちをしばらくの間外に出すように要求してから一堂に向かっていったイスラエルの諸君 あの人たちをどう扱うかよく気をつけるがよい。先頃、チュダが怒って自分を何か偉い者の,のように言いふらしたため彼に従った男の数が400人ほどもあったが結局彼は殺されてしまい従った者も皆死産して全く跡形もなくなっている。その後人口調査の時にガリラヤビとユダが 民衆を率いて反乱を起こしたが、この人も滅び、従った者も皆散らされてしまった。そこで、この際諸君に申し上げる。あの人たちから手を引いて、そのなすままにしておきなさい。その企てや仕業が人間から出たものなら自滅するだろう。しかし、もし神から出たものなら、 あの人たちを滅ぼすことはできまい。まかり違えば諸君は神を敵に回すことになるかもしれない。そこで彼らはその勧告に従い、人たちを呼び入れて、無知打った後、今後イエスの名によって語ることは相ならぬと言い渡して、許してやった。人たちは、 皆のために恥を加えられるに足るものとされたことを喜びながら議会から出てきた。そして毎日、宮や家でイエスがキリストであることを引き続き教えたり述べ伝えたりした。第六章。その頃、弟子の数が増えてくるにつれて、 ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して自分たちのやもめらが日々の配給でおろそかにされがちだと苦情を申し立てたそこで十二使徒は弟子全体を呼び集めていった私たちが神の言葉を差し置いて食卓のことに携わるのは面白くないそこで兄弟たちを あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を探し出してほしいその人たちにこの仕事を任せ私たちはもっぱら祈りと御言葉の御用にあたることにしようこの提案は改修一同の賛成するところとなったそして信仰と精霊とに満ちた人ステパノそれからピリッポ プロコロ、コニカノル、テモン、パルメナおよびアンテオ家の回収者ニコラオを選び出して使徒たたの前に立たせたすると人たちは祈って手を彼らの上に置いたこうして神の言葉はますます広まりエルサレムにおける弟子の数が非常に増えていき祭司たちも多数信仰を受け入れるようになった。 さてステパノは恵みと力とに満ちて民衆の中で目覚ましい奇跡としるしとを行っていたするといわゆるリベルテンの街道に属する人々クレネビットアレキサンドリア人キリキアやアジアから来た人々などが立ってステパノと議論したが彼は知恵と御霊とで語っていたので それに対抗できなかったそこで彼らは人々をそそのかして私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を吐くのを聞いたと言わせたその上民衆や長老たちや立法学者たちを先導し彼を襲って捕らえさせ議会に引っ張ってこさせたそれから偽りの商人たちを立てて言わせた この人は、この聖女と立法とに逆らう言葉を吐いて、どうしてもやめようとはしません。あのナザレビとイエスは、この聖女を打ち壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうだろう、などと彼が言うのを、私たちは聞きました。議会で席についていた人たちは、皆ステパノに目を注いだが、彼の顔は、ちょうど、 天使の顔の顔ように見えた。第七章大祭司はその通りかと尋ねたそこでステパノが言った「兄弟たち父たちよお聞きください」「私たちの父祖アブラハムがカランに住む前まだ メソポタミアにいた時栄光の神が彼に現れて仰せになったあなたの土地と親族から離れてあなたに差し示す地に行きなさいそこでアブラハムはカルデア人の地を出てカランに住んだそして彼の父が死んだ後神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地に移住させたが そこでは遺産となるものは何一つ一歩の幅の土地すらも与えられなかったただその地を所領として授けようとの約束を彼とそして彼にはまだ子がなかったのにその子孫とに与えられたのである神はこう仰せになった彼の子孫は他国に身を寄せるであろうそして そこで四百年の間奴隷にされて虐待を受けるであろう。それからさらに仰せになった。彼らを奴隷にする国民を私は裁くであろう。その後彼らはそこから逃れ出てこの場所で私を礼拝するであろう。そして神はアブラハムに滑稽の契約をお与えになった。 こうして彼はイサクの父となりこれに8日目に割礼を施しそれからイサクはヤコブの父となりヤコブは12人の族長たちの父となった族長たちはヨセフを妬んでエジプトに売り飛ばしたしかし神は彼と共にいましてあらゆる苦難から彼を救い出し エジプト王パロの前で恵みを与え知恵を表させたそこでパロは彼を最小の人につかせエジプト並びに王家全体の支配に当たらせた時にエジプトとカナンとの全土にわたって飢饉が起こり大きな苦難が襲ってきて私たちの先祖たちは食物が得られなくなったヤコブは エジプトには食料があると聞いて初めに先祖たちを使わしたが二回目の時にヨセフが兄弟たちに自分の身の上を打ち明けたので彼の親族関係がパロに知れてきたヨセフは使いをやって父ヤコブと七十五人に上る親族一同とを招いたこうしてヤコブはエジプトに下り 彼自身も先祖たちもそこで死にそれから彼らはシケムに移されてかねてアブラハムがいくらかの金を出してこの地のハモルの子らから買っておいた墓に葬られた神がアブラハムに対して建てられた約束の時期が近づくにつれ民は増えてエジプト全土に広がったやがて ヨセフのことを知らない別な王がエジプトに起こったこの王は私たちの同族に対し策略をめぐらして先祖たちを虐待しその幼子らを生かしておかないように捨てさせたモーセが生まれたのはちょうどこの頃のことである彼はまれに見る美しい子であった3ヶ月の間は、 父の家で育てられたがその後捨てられたのをパロの娘が拾い上げて自分の子として育てたモーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ言葉にも技にも力があった40歳になった時モーセは自分の兄弟であるイスラエル人たちのために尽くすことを思い立ったところが その一人がいじめられているのを見てこれをかばい虐待されているその人のために相手のエジプト人を撃って仕返しをした彼は自分の手によって神が兄弟たちを救ってくださることをみんなが悟るものと思っていたが実際はそれを悟らなかったのである翌日モーセは彼らが争い合っているところに現れ 仲裁ししようとして言った待て君たちは兄弟同士ではないかどうして互いに傷つけ合っているのかすると仲間をいじめていた者がモーセを突き飛ばしていった誰が君を我々の支配者や裁判人にしたのか君は昨日エジプト人を殺したように私も殺そうと思っているのかモーセは この言葉を聞いて逃げ、ミディアンの地に身を寄せ、そこで男の子二人を設けた。四十年経った時、ナイ山の荒野において、見会が芝の燃える炎の中でモーセに現れた。彼はこの光景を見て不思議に思い、それを見極めるために近寄ったところ、 主の声が聞こえてきた。私はあなたの先祖たちの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。モーセは恐れをののいて、もうそれを見る勇気もなくなった。すると主が彼に言われた。あなたの足から靴を脱ぎなさい。あなたの立っているこの場所は聖なる地である。 私はエジプトにいる私の民が虐待されている有様を確かに見届けその苦悩のうめき声を聞いたので彼らを救い出すために下ってきたのである。さあ今あなたをエジプトに使わそうこうして誰が君を支配者や裁判人にしたのかといって排斥されたこのモーセを神は芝の中で 彼に現れた見つかりの手によって支配者、解放者としてお使わしになったのである。この人が人々を導き出して、エジプトの地においても、航海においても、また40年の間、荒野においても、奇跡としるとを行ったのである。この人がイスラエル人たちに、神は私をお立てになったように、 あなた方の兄弟たちの中から一人の預言者をお立てになるであろうと言ったモーセである。この人が、シナイ山で彼に語りかけた見つや先祖たちと共に荒野における集会にいて、生ける御言葉を授かり、それをあなた方に伝えたのである。ところが、先祖たちは彼に従おうとはせず、帰って彼を退け、 心の中でエジプトに憧れて私たちを導いてくれる神々を作ってください私たちをエジプトの地から導いてきたあのモーセがどうなったのか分かりませんからとアロンに言ったその頃彼らは子牛の像を作りその偶像に供え物を捧げ自分たちの手で作ったものを祀って打ち狂じていた そこで神は顔を背け彼らを天の星を拝むままに任せられた預言者の書にこう書いてある通りである「イスラエルの家よ40年の間荒野にいた時に生贄と供え物とを私に捧げたことがあったかあなた方はモロクの幕屋や論破の星の神を担ぎ回ったそれらは 拝むために自分で作った偶像に過ぎぬ。だから私はあなた方をバビロンの彼方へ移してしまうであろう。私たちの先祖には荒野に証の幕屋があった。それは見たままの方に従って作るようにとモーセに語った方のご命令通りに作ったものである。この幕屋は私たちの先祖がヨシュアに率いられ、 神によって諸民族を彼らの前から追い払い、その所領を乗り取った時にそこに持ち込まれ、次々に受け継がれて、ダビデの時代に及んだものである。ダビデは神の恵みをこむり、そしてヤコブの神のために宮を造営したいと願った。けれども、実際にその宮を建てたのはソロモンであった。しかし、 意図高きものは手で作った家のうちにはお住みにならない。預言者が言っているとおりである。主が仰せられる。どんな家を私のために建てるのか。私の憩いの場所はどれか。天は私の王座。地は私の足台である。これは皆私の手が作ったものではないか。あ 強情で心にも耳にも滑稽のない人たちよ。あなた方はいつも精霊に逆らっている。それはあなた方の先祖たちと同じである。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたか。彼らは正しい方の来ることを予告した人たちを殺し、今やあなた方はその正しい方を裏切る者、また殺す者となった。あなた方は 御使いたちによって伝えられた立法を受けたのに、それを守ることをしなかった。人々は、これを聞いて、心の底から激しく怒り、ステパノに向かって歯ぎしりをした。しかし、彼は精霊に満たされて、天を見つめていると、神の栄光が現れ、イエスが神の右に立っておられるのが見えた。そこで彼は、 ああ天が開けて人の子が神の右に立っておいでになるのが見えると言った人々は大声で叫びながら耳を覆いステパノをめがけて一斉に殺到し彼を市街に引き出して石で撃ったこれに立ち会った人たちは自分の上着を脱いでサウロという若者の足元に置いたこうして彼らがステパノに石を投げつけている間 ステパノは祈り続けていった。主イエスよ、私の礼をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。第八章。サウロは、 ステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり使徒以外のものはことごとくユダヤとサマリアとの地方に散らされていった信仰深い人たちはステパノを葬り彼のために胸を打って非常に悲しんだところがサウロは家々に押し入って男や女を引きずり出し 次獄に,に渡して教会を荒らし回ったさて散らされていった人たちは御言葉を述べ伝えながら巡り歩いたピリポはサマリアの町に下っていき人々にキリストを述べ始めた群衆はピリポの話を聞きその行っていた印を見てこぞって彼の語ることに耳を傾けた。 汚れた霊に疲れた多くの人々からはその霊が大声でわめきながら出ていくしまた多くの厨房を患っている者や足の利かない者が癒されたからであるそれでこの町では人々が大変な喜び方であったさてこの町に以前からシモンという人がいた彼は魔術を行って サマリアの人たちを驚かし自分をさも偉い者の,のように言いふらしていたそれで小さいものから大きいものに至るまで皆彼についていき「この人こそは滞納と呼ばれる神の力である」と言っていた彼らがこの人についていったのは長い間その魔術に驚かされていたためであったところがピリポが 神の国とイエス・キリストの名について述べ伝えるに及んで、男も女も信じて続々とバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、それから引き続きピリポについていった。そして数々の印や目覚ましい奇跡が行われるのを見て驚いていた。エルサレムにいる人たちは、 サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いてペテロとヨハネとをそこに使わした2人はサマリアに下って行ってみんなが精霊を受けるようにと彼らのために祈ったそれは彼らはただ主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで精霊はまだ誰にも下っていなかったからであるそこで二人が 手を彼らの上に置いたところ、彼らは精霊を受けた。シモンは、人たちが手を置いたために、御霊が人々に授けられたのを見て、金を差し出し、私が手を置けば、誰にでも精霊が授けられるように、その力を私にもください、と言った。そこで、ペテロが彼に言った。お前の金は、お前もろとも失せてしまえ。 神のの賜物が金で得られるるなどと思っているのかお前の心が神の前に正しくないからお前は到底このことに預かることができない。だからこの悪事を悔いて主に祈れそうすればあるいはそんな思いを心に抱いたことが許されるかもしれない。お前にはまだ苦い単純があり不義の縄目が絡みついている。それが私にわかっている。 シモンはこれを聞いて言った。仰せのようなことが私の身に起こらないように、どうぞ私のために主に祈ってください。人たちは力強く証しをなしまた主の言葉を語った後サマリア人の多くの村々に福音を述べ伝えてエルサレムに帰った。しかし主の使いがピリポに向かっていた。 立って南方に行き、エルサレムからガザへ下る道に出なさい。このガザは今は荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。すると、ちょうどエチオピア人の女王、カンだけの交換で、女王の財宝全部を管理していた宦官,官であるエチオピア人が、礼拝のためエルサレムに登り、その北についていたところであった。彼は、 自分の馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに、進み寄ってあの馬車に並んでいきなさいと言った。そこでピリポがかけていくと、預言者イザヤの書を読んでいるその人の声が聞こえたので、あなたは読んでいることがおわかりですかと尋ねた。彼は、 誰かが手引きをしてくれなければどうしてわかりましょうと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようにとピリポに勧めた。彼が読んでいた聖書の箇所はこれであった。彼はほふり場に惹かれていく羊のように、また黙々として毛を刈る者の,の前に立つ子羊のように、口を開かない。彼は 癒しめられれてその裁きも行われなかった誰が彼の子孫のことを語ることができようか彼の命が地上から取り去られているからには観覧はピリポに向かって言ったお尋ねしますがここで預言者は誰のことを言っているのですか自分のことですかそれとも 誰か他の人のことですかそこでピリポは口を開き、この聖句から解き起こしてイエスのことを述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので観覧が言った。ここに水があります。私がバプテスマを受けるのに何の差し支えがありますかこれに対してピリポは、 あなたが真心から信じるなら受けて差し支えはありませんと言った。すると彼は私はイエス・キリストを神のこと信じますと答えた。そこで車を止めさせピリポとカンガンと二人とも水の中に降りていきピリポがカンガンにバプテスマを授けた。二人が水から上がると 主の霊がピリポをさらっていったのでガ覧はもう彼を見ることができなかったガ覧は喜びながら旅を続けたその後ピリポはアゾトに姿を現して町々を巡り歩き至る所で福音を述べ伝えてついにカイザリアに着いた 第9章さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅迫殺害の息を弾ませながら大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての転生を求めたそれはこの道の者のを見つけ次第男女の別なく縛り上げてエルサレムに引っ張ってくるためであったところが 道を急いでダマスコの近くに来たとき、突然天から光が射して彼を巡り照らした。彼は地に倒れたが、そのとき、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。そこで彼は、主よ、あなたはどなたですかと尋ねた。すると答えがあった。 私はあなたが迫害しているイエスである。さあ、立って町に入って行きなさい。そうすれば、そこであなたのなすべきことが告げられるであろう。サウロの同行者たちは、物も言えずに立っていて、声だけは聞こえたが、誰も見えなかった。サウロは、力起き上がって目を開いてみたが、何も見えなかった。 そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は三日間目が見えず、また食べることも飲むこともしなかった。さて、ダマスコにアナニアという一人の弟子がいた。この人に主が幻の中に現れて、アナニアよとお呼びになった。彼は 主よ、私でございます、と答えた。そこで主が彼に言われた。立って、まっすぐという名の路地に行き、ユダの家でサウロというタルソ人を訪ねなさい。彼は今祈っている。彼はアナニアという人が入ってきて、手を自分の上に置いて再び見えるようにしてくれるのを幻で見たのである。アナニアは答えた。 主よ。あの人がエルサレムでどんなにひどいことをあなたの生徒たちにしたかについては多くの人たちから聞いています。そして彼はここでも皆を唱える者たちを皆捕獲する権を再市長たちから得てきているのです。しかし主は仰せになった。さあ、行きなさい。あの人は違法人たち、王たち、またイスラエルの子らにも。 私の名を伝える器として私が選んだものである。私の名のために彼がどんなに苦しまなければならないかを彼に知らせよう。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入り手をサウロの上に置いて行った。兄弟サウロよあなたが来る途中で現れたシューイエスはあなたが再び見えるようになるため そして精霊に満たされるために私をここにお使わしになったのです。すると立ちどころにサウロの目から鱗のようなものが落ちて元通り見えるようになった。そこで彼は立ってバプテスマを受けまた食事をとって元気を取り戻した。サウロは ダマスコにいる弟子たちと共に数日間を過ごしてから直ちに諸街道でイエスのことを述べ伝えこのイエスこそ神の子であると説き始めたこれを聞いた人たちは皆非常に驚いていったあれはエルサルムでこの名を唱える者たちを苦しめた男ではないかその上ここにやってきたのも 彼らを縛り上げててたたたちのところへ引っ張っっ張いくためではなかったか。しかしサウロはますます力が加わりこのイエスがキリストであることを論証してダマスコに住むユダヤ人たちを言い伏せた相当の日数がたった頃ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたところが その陰謀が彼の知るとところとなった。彼らはサウロを殺そうとして夜昼町の門を見守っていたのであるそこで彼の弟子たちが夜の間に彼を籠に乗せて町の城壁図体に釣り下ろしたサウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に加わろうと努めたがみんなの者のは 彼を弟子だとは信じないで恐れていたところがバルナバは彼の世話をして人たちのところへ連れて行き途中で主が彼に現れて語りかけたことや彼がダマスコでイエスの名で大胆に述べ伝えた次第を彼らに説明して聞かせたそれ以来彼は人たちの仲間に加わりエルサレムに出入りし 主の名によって大胆に語りギリシャ語を使うユダヤ人たちとしばしば語り合いまた論じ合ったしかし彼らは彼を殺そうと狙っていた兄弟たちはそれとして彼をカイザリアに連れて下りタルソへ送り出したこうして教会はユダヤガリラヤサマリア全地方にわたって平安を保ち基礎が固まり 主を恐れ精霊に励まされて歩み次第に信徒の数を増していったペテロは方々を巡り歩いたがルダに住む生徒たちのところへも下っていったそしてそこで8年間も床についているアイネヤという人に会ったこの人は中部であったペテロが彼に言ったアイネヤよ イエス・スキリストがあなたを癒してくだだ。さるのだ起きなさいそして床を取り上げなさいすると彼は直ちに起き上がったルダとサロンに住む人たちは皆それを見て主に帰依したヨッパにタビタこれを訳すとドルカスすなわちカモシカという女弟子がいた 数々の良いい働きやししをしていたた。婦人であったところがその頃病気になって死んだので人々はその体を洗って屋上の間に安置したルダはヨッパに近かったので弟子たちはペテロがルダに来ていると聞き2人のものを彼のもとにやって「どうぞ早くこちらにおいでください」と頼んだそこでペテロは立って。 二人の,ものに連れられらてきた。彼が着くとすぐ屋上の間に案内されたするとやもめたちがみんな彼のそばに寄ってきてドルカスが生前作った下着や上着の数々を泣きながら見せるのであったペテロはみんなのものを外に出しひざまずいて祈ったそれから死体の方に向いて「旅たよ起きなさい」 と言った。すると彼女は目を開けペテロを見て起き直ったペテロは彼女に手を貸して立たせたそれから生徒たちややもめたちを呼び入れて彼女が生き返っているのを見せたこのことが酔っぱじゅうに知れ渡り多くの人々が主を信じたペテロは 川なめし、シモンという人の家に泊まりしばらくの間ヨッパに滞在した第十章さてカイザリアにコルネリオという名の人がいたイタリア隊と呼ばれた部隊の百卒長で信心深く家族一同と共に神を敬い民に数々の施しをなし絶えず 神に祈りをしていたある日の午後3時ごろ神の使いが彼のところに来て「コルネリオよ」と呼ぶのを幻ではっきり見た彼は光飼いを見つめていたが恐ろしくなって「主よ何でございますか?」と言ったすると光飼いが言った「あなたの祈りや施しは 神の見前に届いいてて覚えられているついては今ヨッパに人をやってペテロと呼ばれるシモンという人を招きなさいこの人は海辺に家を持つ川なめしシモンという者の,の客となっているこのお告げをした使いが立ち去った後コルネリオはしもべ二人と部下の中で信心深い兵卒一人とを呼び 一切のことを説明して聞かせ、ヨっぱへ送り出した。翌日、この三人が旅を続けて町の近くに来た頃、ペテロは祈りをするため屋上に登った。時は昼の十二時頃であった。彼は空腹を覚えて何か食べたいと思った。そして人々が食事の用意をしている間に夢心地になった。 すると天が開け大きな布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのを見たその中には地上の四つ足やうもの、また空の鳥など各種の生き物が入っていたそして声が彼に聞こえてきた「ペテロよ立ってそれらをほふって食べなさい」ペテロは言った「主よ それはできません。私は今までに清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。すると、声が二度目にかかってきた。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。こんなことが三度もあってから、その入れ物はすぐ天に引き上げられた。ペテロが、 今見た幻は何のことだろうかと一人シア案にくれているとちょうどその時コルネリオから送られた人たちがシモンの家を訪ね当ててその門口に立っていたそして声をかけてペテロと呼ばれるシモンという方がこちらにお泊まりではございませんかと訪ねたペテロは なおも幻について思い巡らしていると御霊が言った「ご覧なさい三人の人たちがあなたを訪ねてきているさ立って下に降りためらわないで彼らと一緒に出かけるがよい私が彼らをよこしたのである」そこでペテロはその人たちのところに降りていっていった。 私がお尋ねのペテロです。どんなご用でおいでになったのですか彼らは答えた「正しい人で神を敬いユダヤの全国民に好感を持たれている百卒長コルネリオがあなたを家に招いてお話を伺うようにとのお告げを聖なる見つかいから受けましたので参りました」。そこで、 ペテロは彼らを迎えて泊まらせた翌日ペテロは立って彼らと連れ立って出発したヨッパの兄弟たち数人も一緒に行ったその次の日に一行はカイザリアに着いたコルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集めて待っていたペテロがいよいよ到着すると コルネリオは出迎えて彼の足元にひれ伏して排したするとペテロは彼を引き起こして言った「お立ちなさい私も同じ人間です」それから共に話しながら部屋に入っていくとそこにはすでに大勢の人が集まっていたペテロは彼らに言った「あなた方が知っている通り ユダヤ人が他国の人と交際したり出入りしたりすることは禁じられていますところが神はどんな人間をも清くないとか汚れているとか言ってはならないと私にお示しになりましたお招きに預かった時少しもためらわずに参ったのはそのためなのですそこで伺いますがどういうわけで私を招いてくださったのですか これに対してコルネリオが答えた。四日前、ちょうどこの時刻に、私が自宅で午後三時の祈りをしていますと、突然、輝いた衣を着た人が前に立って申しました。コルネリオよ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の御前に覚えられている。そこで、よっぱに人を送って、 ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は川なめしシモンの海沿いの家に泊まっている。それで早速あなたをお呼びしたのです。ようこそおいでくださいました。今私たちは主があなたにお告げになったことを残らず伺おうとして皆神の見前にまかり出ているのです。そこでペテロは口を開いて言った。 神は人を偏り見ない方で神を敬い義を行う者はどの国民でも受け入れてくださることが本当によく分かってきました。あなた方は神が全ての者の,の主なるイエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えてイスラエルの子らにお送りくださった御言葉をご存知でしょう。それはヨハネがバプテスマを説いた後ガリラヤから始まって ユダヤ全土に広まった福音を述べたものです。神はナザレのイエスに精霊と力とを注がれました。このイエスは神が共におられるので、良い働きをしながら、また悪魔に押さえつけられている人々をことごとく癒しながら巡回されました。私たちはイエスが こうしてユダヤ人の地やエルサレムでなさったすべてのことの証人であります。人々はこのイエスを木にかけて殺したのです。しかし神はイエスを三日目によみがえらせ、全部の人々にではなかったが、私たち証人としてあらかじめ選ばれた者たちに現れるようにしてくださいました。私たちはイエスが死人の中から復活されたのち、 共に飲食しましまたそれからイエスご自身が聖者と死者との審判者として神に定められた方であることを人々に述べ伝えまた明かしするようにと神は私たちにお命じになったのです。預言者たちも皆イエスを信じる者はことごとくその名によって罪の許しが受けられると明かしをしています。 ペテロがこれらの言葉をまだ語り終えないうちにそれを聞いてみんなの人たちに聖霊が下った割霊を受けている信者でペテロについてきた人たちは違法人たちにも聖霊のたまものが注がれたのを見て驚いたそれは彼らが威厳を語って神を賛美しているのを聞いたからであるそこでペテロが言い出した この人たちが私たちと同じように精霊を受けたからには彼らに水でバプテスマを授けるのを誰が拒みえようかこう言ってペテロはその人々に命じてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせたそれから彼らはペテロに願ってなお数日の間滞在してもらった 第11章さて違法人たちも神の言葉を受け入れたということが人たちやユダヤにいる兄弟たちに聞こえてきたそこでペテロがエルサレムに登った時割礼を重んじる者たちが彼をとがめて言った「あなたは割礼のない人たちのところに行って食事を共にしたということだが」 そこでペテロは口を開いて順序正しく説明していった「私がヨッパの町で祈っていると夢心地になって幻を見た」「大きな布のような入れ物が四隅を吊るされて天から降りてきて私のところに届いた」「注意して見つめていると地上の四つ足野の獣ハウもの、空の鳥などが入っていた」 それから声がして、ペテロよ、だってそれらをほふって食べなさいと、私に言うのが聞こえた。私は言った、主よ、それはできません。私は今までに清くないものや汚れたものを口に入れたことが一度もございません。すると二度目に天から声がかかってきた。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。 こんなことが三度もあってから、全部のものがまた天に引き上げられてしまった。ちょうどその時、カイザリヤから使わされてきた三人の人が、私たちの泊まっていた家に着いた。三玉が私にためらわずに彼らと共に行けと言ったので、ここにいる六人の兄弟たちも私と一緒に出かけて行き、一同がその人の家に入った。 すると彼は私たちに見つかいが彼の家に現れて「ヨッパに人をやってペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。この人はあなたとあなたの全家族とが救われる言葉を語ってくださるであろう」と告げた次第を話してくれたそこで私が語り出したところ精霊がちょうど最初私たちの上に下ったと同じように 彼らの上に下った。その時私は主が「ヨハネは水でバプテスマを授けたがあなた方は精霊によってバプテスマを受けるであろうと」と仰せになった言葉を思い出したこのように私たちが「主イエス・キリスト」を信じた時に下さったのと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったとすれば私のようなものが どうして神を妨げることができようか人々はこれを聞いて黙ってしまったそれから神を賛美して「それでは神は違法人にも命に至る悔い改めをお与えになったのだ」と言ったさてステパノのことで起こった迫害のために散らされた人々はピニッケ クプロ、アンテオケまでも進んでいったがユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語っていなかったところがその中に数人のクプロ人とクレネ人がいてアンテオケに行ってからギリシャ人にも呼びかけ「シュイエス」を述べ伝えていたそしてシュの御手が彼らと共にあったため信じてシュに帰依する者の数が多かった この噂がエルサレムにある教会に伝わってきたので教会はバルナバをアンテオ家に使わした彼はそこについて神の恵みを見て喜び主に対する信仰を揺るがない心で持ち続けるようにとみんなのものを励ました彼は精霊と信仰とに満ちた立派な人であったからであるこうして 主にに加わる人々が大勢になった。そこでバルナバはサウロを探しにタルソへ出かけていき彼を見つけた上アンテオ家に連れて帰った2人は丸一年とももに教会で集まりをし大勢の人々を教えたこのアンテオ家で初めて弟子たちがクリスチャンと呼ばれるようになった。 その頃、預言者たちがエルサレムからアンテオ家に下ってきたその中の一人であるアガボという者が立って世界中に大飢饉が起こるだろうと御霊によって預言したところ果たしてそれがクラウデオ邸の時に起こったそこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに 援助を送ることに決めた。そしてそれをバルナバとサウロとの手に託して長老たちに送り届けた第十二章その頃、ヘロデ王は教会のある者たちに圧迫の手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で切り殺したそして それがユダヤ人たちの意にかなったのを見て、さらにペテロをも捕らえにかかった。それは女皇祭の時のことであった。ヘロデはペテロを捕らえて五区に投じ、四人一組の兵卒四組に引き渡して、見張りをさせておいた。杉越の祭りの後で彼を民衆の前に引き出すつもりであったのである。こうして、 ペテロは獄に入れられらていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられたヘロデが彼を引き出そうとしていたその夜ペテロは二重の鎖につながれ2人の兵卒の間に置かれて眠っていた万兵たちは戸口で獄を見張っていたすると突然 主の使いがそばに立ち、光が極内を照らした。そして、光はペテロの脇腹をつついて起こし、早く起き上がりなさい、と言った。すると、鎖が彼の両手から外れ落ちた。光が、帯を締め、靴を履きなさい、と言ったので、彼はその通りにした。 それから上着を着てついてきなさいと言われたのでペテロはついて出て行った彼には見つかりの仕業が現実のこととは考えられずただ幻を見ているように思われた彼らは第一第二の栄翔を通り過ぎて町に抜ける鉄門のところに来るとそれが一人でに開いたので そこを出て、一つの通路に進んだ途端に、ミツカイは彼を離れ去った。その時、ペテロは我に帰っていった。今初めて本当のことが分かった。主がミツカイを使わして、ヘロデの手から、またユダヤ人たちの待ち設けていたあらゆる災いから、私を救い出してくださったのだ。ペテロは、 こうとかかってから、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行ったその家には大勢の人が集まって祈っていた彼が門の戸をたたいたところロダという女中が取り次ぎに出てきたがペテロの声だと分かると喜びのあまり門を開けもしないで家に駆け込みペテロが門口に立っていると報告した 人々はあなたは気が狂っていると言ったが彼女は自分の言うことに間違いはないと言い張ったそこで彼らはそれではペテロの見つかりだろうと言ったしかしペテロが門を叩き続けるので彼らが開けるとそこにペテロがいたのを見て驚いたペテロは手を振って彼らを沈め主が から彼を連れ出してくださった次第を説明し「このことをヤコブや他の兄弟たちに伝えてください」と言い残してどこか他のところへ出て行った夜が明けると兵卒たちの間に「ペテロは一体どうなったのだろう」と大変な騒ぎが起こったヘロデはペテロを探しても見つからないので たたちを取り調べた上彼らを死刑にするように命じそしてユダヤからカイザリアに下っていってそこに滞在したさてツロとシドンとの人々はヘロデの怒りに触れていたので一度打ちそろって王を訪れ王の自重官ブラストに取りついて若い方を依頼した。彼らの地方が 王の国から食料を得ていたからである定められた日にヘロデは王服をまとって王座に座り彼らに向かって演説をした集まった人々は「これは神の声だ人間の声ではない」と叫び続けたするとたちまち主の使いが彼を討った神に栄光を期することをしなかったからである 彼は虫に噛まれて息が絶えてしまったこうして主の言葉はますます盛んに広まっていったバルナバとサウロとはその任務を果たした後マルコと呼ばれていたヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた第十三章さて アンテオケにある教会にはバルナバニゲルと呼ばれるシメオンクレネ人ルキオ領主ヘロデの地兄弟マナエンおよびサウロなどの預言者や教師がいた一同が主に礼拝を捧げ断食をしていると精霊が「さあバルナバとサウロとを私のために性別して」 彼ららにに授けておいいたた仕事あせなさいと告げたそこで一同は断食と祈りとして手を2人の上に置いた後出発させた2人は精霊に送り出されてセルキアに下りそこから船でクプロに渡ったそしてサラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ始めた。 彼らはヨハネを助け手として連れて行った島全体を巡回してパポスまで行ったところそこでユダヤ人の魔術師バルイエスという偽予言者に出会った彼は地方総督セルギオ・パウロのところに出入りをしていたこの総督は賢明な人であってバルナバとサウロとを招いて神の言葉を聞こうとした ところが、魔術師エルマ、彼の名は魔術師とのい、は、総督を信仰からそらそうとして、しきりに二人の邪魔をした。サウロ、またの名はパウロは、精霊に満たされ、彼を睨みつけていった。ああ、あらゆる偽りと邪悪とで固まっている悪魔の子よ。すべて正しいものの敵よ。主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。 見よ、主の御手がお前の上に及んでいる。お前は盲目になって当分日の光が見えなくなるのだたちまち霞と闇とが彼にかかったため彼は手探りしながら手を引いてくれる人を探し回った総督はこの出来事を見て主の教えにすっかり驚きそして信じたパウロとその一行は パポスから船出して、パンフリアのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から身を引いてエルサレムに帰ってしまった。しかし二人はペルガからさらに進んで、ピシデアのアンテオケに行き、安息日に街道に入って席に着いた。立法と預言書の朗読があった後、街道司たちが彼らのところに人を遣わして、 兄弟たちよもしあなた方のうちどなたかこの人々に何か奨励の言葉がありましたらどうぞお話しくださいと言わせたそこでパウロが立ち上がり手を振りながら言った「イスラエルの人たち並びに神を敬う方々よお聞きくださいこの民イスラエルの神は私たちの先祖を選び エジプトの地に滞在中、この民を大いなる者とし、身腕を高く差し上げて、彼らをその地から導き出された。そして、約40年にわたって、荒野で彼らを育み、カナンの地では7つの異民族を打ち滅ぼし、その地を彼らに譲り与えられた。それらのことが、約450年の年月にわたった。 その後神は裁き人たちをお使わしになり預言者サムエルの時に及んだその時人々が王を要求したので神はベニヤ民族の人キスの子サウロを40年間彼らにお使わしになったそれから神はサウロを退けダビデを立てて王とされたが彼について証しをして 私はエッサイの子ダビデを見つけた。彼は私の心にかなった人で、私の思うところをことごとく実行してくれるであろうと言われた。神は約束に従ってこのダビデの子孫の中から救い主イエスをイスラエルに送られたが、その来られる前にヨハネがイスラエルのすべての民に悔い改めのバプテスマを、 あらかじめ述べ伝えていった。ヨハネはその一生の行程を終わろうとするにあたって言った「私はあなた方が考えているようなものではない。しかし私の後から来る方がいる。私はその靴を脱がせてあげる値打ちもない」。兄弟たちアブラハムの子孫の方々並びに 皆さんの中の神を敬う人たちよこの救いの言葉は私たちに贈られたのであるエルサレムに住む人々やその指導者たちはイエスを認めずに刑に処しそれによって安息日ごとに読む預言者の言葉が成就したまた何ら死に当たる理由が見いだせなかったのにピラトに強要してイエスを殺してしまった そしてイエスについて書いてあることを皆成し遂げてから人々はイエスを木から取り下ろして墓に葬ったしかし神はイエスを死人の中からよみがえらせたのであるイエスはガリラヤからエルサレムへ一緒に登った人たちに幾日もの間現れそして彼らは今や人々に対してイエスの証人となっている 私たちは神が先祖たちに対してなされた約束をここに述べ伝えているのである神はイエスをよみがえらせて私たち子孫にこの約束をお果たしになったそれは詩編の第二編にも「あなたこそは私の子今日私はあなたを産んだ」と書いてある通りであるまた神が イエスを死人の中から蘇らせて、いつまでも朽ち果てることのないものとされたことについては、私はダビデに約束した確かな聖なる祝福をあなた方に授けようと言われた。だから、他の箇所でもこう言っておられる。あなたの聖者が朽ち果てるようなことはお許しにならないであろう。事実、ダビデは、 その時代の人々に神の身胸に従って仕えたがやがて眠りにつき先祖たちの中に加えられてついに朽ち果ててしまったしかし神がよみがえらせた方は朽ち果てることがなかったのであるだから兄弟たちよこのことを承知しておくがよいすなわちこのイエスによる罪の許しの福音が今や あなた方に述べ伝えられているそしてモーセの立法では義とされることができなかったすべてのことについても信じる者は漏れなくイエスによって義とされるのであるだから預言者たちの書に書いてある次のようなことがあなた方の身に起こらないように気をつけなさい。見よ侮る者たちよ驚け。 そして滅びされ、私はあなた方の時代に一つのことをするそれは人がどんなに説明して聞かせてもあなた方の到底信じないようなことなのである二人が街道を出る時人々は次の安息日にもこれと同じ話をしてくれるようにとしきりに願ったそして集会が終わってからも 大勢のユダヤ人や信心深い回収者たちがパウロとバルナバとについてきたので、二人は彼らが引き続き神の恵みにとどまっているようにと解き進めた。次の安息日にはほとんど全死を挙げて神の言葉を聞きに集まってきた。するとユダヤ人たちはその群衆を見て妬ましく思い、 パウロの語ることに口汚く反対したパウロとバルナバとは大胆に語った「神の言葉はまずあなた方に語り伝えられなければならなかった」「しかしあなた方はそれを退け自分自身を永遠の命にふさわしからぬものにしてしまったからさあ私たちはこれから方向を変えて違法人たちの方に行くのだ」主は 私たちにこう命じておられる私はあなたを立てて異邦人の光としたあなたが地の果てまでも救いをもたらすためである異邦人たちはこれを聞いて喜び主の御言葉を褒めたたえてやまなかったそして永遠の命に預かるように定められていたものは皆信じたこうして 主の御言葉はこの地方全体に広まっていったところがユダヤ人たちは信心深い貴婦人たちや町の有力者たちを先導してパウロとバルナバを迫害させ二人をその地方から追い出させた二人は彼らに向けて足の塵を払い落としてイコニオムへ行った弟子たちはますます喜びと精霊とに満たされていった 第14章2人はイコニオムでも同じようにユダヤ人の街道に入って語った結果ユダヤ人やギリシャ人が大勢信じたところが信じなかったユダヤ人たちは違法人たちをそそのかして兄弟たちに対して悪意を抱かせたそれにもかかわらず2人は長い期間をそこで過ごして 大胆に主のことを語った主は彼らの手によってしるしと奇跡とを行わせその恵みの言葉を明かしされたそこで町の人々が2派に分かれある人たちはユダヤ人の側につきある人たちは使徒の側についたその時違法人やユダヤ人が役人たちと一緒になって反対運動を起こし 人たちを恥かしめ、石で打とうとしたので、二人はそれと気づいて、ルカオニアの町町、ルステラ、デルベ、およびその付近の地へ逃れ、そこで引き続き福音を伝えた。ところが、ルステラに足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足苗で、歩いた経験が全くなかった。 この人がパウロの語るのを聞いていたがパウロは彼をじっと見て癒されるほどの信仰が彼にあるのを認め大声で「自分の足でまっすぐに立ちなさい」と言ったすると彼は踊り上がって歩き出した群衆はパウロのしたことを見て声を張り上げルカオニアの地方語で「 神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと叫んだ彼らはバルナバを「ゼウス」と呼びパウロは主に語る人なので彼を「ヘルメス」と呼んだそして郊外にある「ゼウス神殿」の祭司が群衆と共に2人に犠牲を捧げようと思っておウシスウトウと花輪島を門前に持ってきた。 二人のバルナバとパウロとはこれを聞いて自分の上着を引き裂き群衆の中に飛び込んでいき叫んでいった「皆さんなぜこんなことをするのか私たちとてもあなた方と同じような人間であるそしてあなた方がこのような具にもつかぬものを捨てて天と地と海とその中のすべてのものをお作りになった 生ける神に立ち返るようにと福音を説いているものである。神は過ぎ去った時代にはすべての国々の人がそれぞれの道を行くままにしておかれたがそれでもご自分のことを証ししないでおられたわけではない。すなわちあなた方のために天から雨を降らせ実りの季節を与え食物と喜びとで ああなななたた方のの心をを満たすなどいいいろいろの恵みをお与えになっているのであるでこう言って2人はやっとのことで群衆が自分たちに犠牲を捧げるのを思い止まらせたところがあるユダヤ人たちはアンテオケやイコニウムから押しかけてきて群衆を仲間に引き入れた上パウロを石で撃ち死んでしまったと思って 彼を町の外に引きずり出したしかし弟子たちがパウロを取り囲んでいる間に彼は起き上がって町に入ってっていたそして翌日にはバルナバと一緒にデルベに向かって出かけたその町で福音を伝えて大勢の人を弟子とした後ルステライコニオムアンテオケの町々に帰って行き 弟子たちを力づけ信仰を持ち続けるようにと奨励し私たちが神の国に入るのには多くの苦難を経なければならないと語ったまた教会ごとに彼らのために長老たちを任命し断食をして祈り彼らをその信じている主に委ねたそれから2人はピシデヤを通過して パンフリアに来たが、ペルガで御言葉を語った後、アタリアに下り、そこから船でアンテオケに帰った。彼らが今成し終わった働きのために、神の祝福を受けて送り出されたのは、このアンテオケからであった。彼らは到着早々、教会の人々を呼び集めて、神が、 彼らと共にいてしてくださった数々のこと、また信仰の門を異邦人に開いてくださったことなどを報告したそして2人はしばらくの間弟子たちと一緒に過ごした第15章さてある人たちがユダヤから下ってきて兄弟たちに「 あなななた方もモーセの慣例に従ってを受けなけれれば救われないいと説いていた。そこでパウロやバルナバと彼らとの間に少なからぬ紛糾と争論とが生じたのでパウロバルナバその他数人の者がエルサレムに上り人たちや長老たちとこの問題について協議することになった彼らは教会の人々に見送られ キケ、サマリアを通って道すがら違法人たちの改収の模様を詳しく説明しすべての兄弟たちを大いに喜ばせたエルサレムに着くと彼らは教会と使徒たち長老たちに迎えられて神が彼らと共にいてなされたことをことごとく報告したところがパリサイ派から信仰に入ってきた人たちが立って 違法人にも滑稽を施しまたモーセの立法を守らせるるべきであると主張した。そこで人たちや長老たちがこの問題について審議するために集まった激しい騒論があった後ペテロが立っていった兄弟たちをご承知の通り違法人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにと 神は初めの頃に諸君の中から私をお選びになったのである。そして人の心をご存知である神は、精霊を我々に賜ったと同様に彼らにも賜って、彼らに対して証をなし、またその信仰によって彼らの心を清め、我々と彼らとの間に何の分け隔てもなさらなかった。しかるに諸君はなぜ 今、我々の先祖も、我々自身も追い切れなかった首引きを、あの弟子たちの首にかけて神を試みるのか。確かに、主イエスの恵みによって、我々は救われるのだと信じるが、彼らとても同様である。すると、全回衆は黙ってしまった。それから、バルナバとパウロとが、 彼らを通して違法人の間に神が行われた数々の印と奇跡のことを説明するのを聞いた2人が語り終えた後ヤコブはそれに応じて述べた「兄弟たちよ私の意見を聞いていただきたい」「神が初めに違法人たちを顧みてその中から皆をを追う民を選び出された次第はシメオンが すでに説明した。預言者たちの言葉もそれと一致している。すなわちこう書いてある。その後私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て替え崩れた箇所を修理しそれを建て直そう。残っている人々も私の名を唱えている全ての違法人も主を尋ね求めるようになるためである。世のめから こここれれらららのことを知せせておられる主がこう仰せになった。そこで私の意見では違法人の中から神に帰依している人たちに煩いをかけてはいけないただ偶像に備えて汚れた者と不貧乏と絞め殺した者と地とを避けるように」と彼らに書き送ることにしたい古い時代からどの町にも モーセの立法を述べ伝える者がいて安息日ごとにそれを諸街道で朗読する習わしであるからそこで人たちや長老たちは全教会と協議した末お互いの中から人々を選んでパウロやバルナバと共にアンテオ家に派遣することに決めた選ばれたのはバルサバというユダとシラスとであったがいずれも 兄弟たちの間で重んじられていた人たちであったこの人たちに託された書面はこうであるあなた方の兄弟である使徒及び長老たちからアンテオケシリアキリキアにいる異邦人の兄弟方に挨拶を送るこちらから言ったある者たちが私たちからの指示もないのにいろいろなことを言っ あなたをを騒がせあなたたの心を乱したと伝え聞いたそこで私たちは人々を選んで愛するバルナバおよびパウロと共にあなた方のもとに派遣することに宗議一決したこの二人は我らの主イエス・キリストの名のためにその命を投げ出した人々であるが彼らと共にユダとシラストを派遣する次第である。 この人たちはあなた方に同じ趣旨のことを口頭でも伝えるであろう。すなわち精霊と私たちとは次の必要事項のほかはどんな負担をもあなた方に負わせないことに決めた。それは偶像に備えたものと血と締め殺したものと不貧乏とを避けるということである。これらのものから遠ざかっておればそれでよろしい。 以上さて一行は人々に見送られてアンテオ家に下っていき改収を集めてその書面を手渡した人々はそれを読んでその勧めの言葉を喜んだユダとシラスとは共に預言者であったので多くの言葉を持って兄弟たちを励ましまた力づけた2人はしばらくの時をそこで過ごした後 兄弟たちから旅の平安を祈られて見送りを受け、自分らを派遣した人々のところに帰っていった。しかしシラスだけは引き続きとどまることにした。パウロとバルナバとは、アンテオケに滞在を続けて、他の多くの人たちと共に主の言葉を教えかつ述べ伝えた。幾日かの後、パウロはバルナバに行って、 さあ前に書の言葉を伝えたすべての町々にいる兄弟たちをまた訪問してみんながどうしているかを見てこようではないかそこでバルナバはマルコというヨハネも一緒に連れて行くつもりでいたしかしパウロは前にパンフリアで一行から離れて働きを共にしなかったようなものは連れて行かないがよいと考えたこうして激論が起こり その結果二人は互いに別れ別れになりバルナバはマルコを連れてクプロに渡っていきパウロはシラスを選び兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したそしてパウロはシリアキリキアの地方を通って諸教会を力づけた第16章。 それから彼はデルベに行き次にルステラに行ったそこにテモテという名の弟子がいた信者のユダヤ人夫人を母としギリシャ人を父としておりルステラとイコニウムの兄弟たちの間で評判の良い人物であったパウロはこのテモテを連れて行きたかったのでその地方にいるユダヤ人の手前まず彼に割礼を受けさせた 彼の父がギリシャ人であることはみんな知っていたからであるそれから彼らは通る町々でエルサレムの人たちや長老たちの取り決めた事項を守るようにと人々にそれを渡したこうして諸教会はその信仰を強められ日ごとに数を増していったそれから彼らはアジアで御言葉を語ることを精霊に禁じられたので やガラテア地方を通っていったそしてムシアの辺りに来てからビテニアに進んでいこうとしたところイエスの御霊がこれを許さなかったそれでムシアを通過してトロアスに下っていったここで夜パウロは一つの幻を見た一人のマケドニア人が立って マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと彼に懇願するのであったパウロがこの幻を見た時これは彼らに福音を伝えるために神が私たちをお招きになったのだと確信して私たちは直ちにマケドニアに渡っていくことにしたそこで私たちはトロアスから船出してサモトラケに直行し翌日 ネアポリスに着いたそこからピリピへ行ったこれはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった私たちはこの町に数日間滞在したある安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思って川のほとりに行ったそしてそこに座り 集まってきた婦人たちに話をしたところがテアテラ氏の紫布の商人で神を敬うルデアという婦人が聞いていた主は彼女の心を開いてパウロの語ることに耳を傾けさせたそしてこの婦人もその家族も共にバプテスマを受けたがその時彼女はもし 私を主を信じる者とお思いでしたらどうぞ私の家に来て泊まってくださいと懇願し強いて私たちを連れて行ったある時私たちが祈り場に行く途中占いの霊に疲れた女奴隷に出会った彼女は占いをしてその主人たちに多くの利益を得させていたものであるこの女が パウロや私たちの後を追ってきては、この人たちは井戸高き神のしもべたちで、あなた方に救いの道を伝える方だ、と叫び出すのであった。そして、そんなことを幾日間も続けていった。パウロは困り果てて、その霊に向かい、イエス・キリストの名によって命じる、その女から出て行け、と言った。すると、その瞬間に、 レが女から出て行った彼女の主人たちは自分らの利益を得る望みが絶えたのを見てパウロとシラストを捕らえ役人に引き渡すため広場に引きずっていったそれから二人を長官たちの前に引き出して訴えたこの人たちはユダヤ人でありまして私たちの町をかき乱し 私たちローマ人が採用も実行もしてはならない風習を宣伝しているのです群衆も一斉に立って2人を攻め立てたので長官たちは2人の上着を剥ぎ取り鞭で打つことを命じたそれで2人に何度も無知を加えさせた後極に入れ極利にしっかり番をするようにと命じた極利はこの減命を受けたので 二人を奥の極屋に入れ、その足に足枷をしっかりとかけておいた。真夜中ごろ、タウロとシラストは神に祈り、賛美を歌い続けたが、囚人たちは耳を澄まして聞き入っていた。ところが、突然大地震が起こって、極の土台が揺れ動き、戸は全部たちまち開いて、みんなのものの鎖が溶けてしまった。 ゴクリは目を覚まし、ゴクの戸が開いてしまっているのを見て、囚人たちが逃げ出したものと思い、剣を抜いて自殺しかけた。そこで、パウロは大声を上げていった。自害してはいけない。我々は皆一人残らずここにいる。すると、ゴクリは明かりを手に入れた上、ゴクに駆け込んできて、おののきながら、パウロとシラスの前にひれ伏した。 それから、二人を外に連れ出して言った。先生方、私は救われるために何をすべきでしょうか二人が言った。主、イエスを信じなさい。そうしたら、あなたも、あなたの家族も救われます。それから、彼とその家族一同とに、神の言葉を語って聞かせた。 彼は真夜中にもかかわらず2人を引き取ってその打ち傷を洗ってやったそしてその場で自分も家族も一人残らずバプテスマを受けさらに2人を自分の家に案内して食事のもてなしをし神を信じる者となったことを全家族と共に心から喜んだ夜が明けると長官たちは ケイリラを使わしてあの人たちを釈放せよと言わせたそこでゴクリはこの言葉をパウロに伝えていった長官たちがあなた方を釈放させるようにと使いをよこしましたさあ出てきて無事にお帰りなさいところがパウロはケイリラに言った彼らはローマ人である我々を裁判にかけもせずに 公衆の前で鞭打った挙句、極に入れてしまった。しかるに、今になって、密かに我々を出そうとするのか。それはいけない。彼ら自身がここに来て、我々を連れ出すべきである。ケイリラは、この言葉を長官たちに報告した。すると、長官たちは、二人がローマ人だと聞いて恐れ、自分でやってきて詫びた上、 二人を獄から連れ出し、町から立ち去るようにと頼んだ。二人は獄を出て、ルデヤの家に行った。そして兄弟たちに会って勧めをなし、それから出かけた。第十七章。一行はアムピポリスとアポロニアとを通った。 テサロニケに行った。ここにはユダヤ人の街道があったパウロは霊によってその街道に入っていって3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じ「キリストは必ず苦難を受けそして死人の中からよみがえるべきこと」「また私があなた方に伝えるこのイエスこそはキリストである」 ととのことを説明もしもしし論証たある人たちは納得がいってパウロとシラスに従ったその中には信心深いギリシャ人が多数あり貴婦人たちも少なくなかったところがユダヤ人たちはそれを妬んで町をぶらついているならず者らを集めて暴動を起こし町を騒がせたそれからヤソンの家を襲い 二人を民衆の前に引っ張り出そうとしきりに探した。しかし二人が見つからないので、ヤソンと兄弟たち数人を死の当局者のところに引きずっていき、叫んでいった。天下をかき回してきたこの人たちが、ここにも入り込んでいます。その人たちをヤソンが自分の家に迎え入れました。この連中は皆カイザルの象徴に背いて行動し、イエスという別の王がいるなどと言っています。 これを聞いて群衆と市の当局者は不安に感じたそしてヤソンや他の者たちから保証金を取った上彼らを釈放したそこで兄弟たちは直ちにパウロとシラスと夜の間にベレアへ送り出した2人はベレアに到着するとユダヤ人の街道に入ったここにいるユダヤ人は、 テサロニケの者たちよりも素直であって、心から教えを受け入れ、果たしてその通りかどうかを知ろうとして、日々聖書を調べていった。そういうわけで、彼らのうちの多くの者が信者になった。また、ギリシャの貴婦人や男子で信じた者も少なくなかった。テサロニケのユダヤ人たちは、パウロが、 ベレアでも神の言葉を伝えていることを知りそこにも押しかけてきて群衆を先導して騒がせたそこで兄弟たちは直ちにパウロを送り出して海辺まで行かせシラスとテモテとはベレアに居残ったパウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行き テモテとシラストになるべく早く来るようにとのパウロの伝言を受けて帰った。さて、パウロはアテネで彼らを待っている間に、市内に偶像がおびただしくあるのを見て、心に憤りを感じた。そこで彼は、街道ではユダヤ人や新人向かい人たちと論じ、広場では毎日そこで出会う人々を相手に論じた。 またエピクロス派やストア派の哲学者数人もパウロと議論を戦わせていたがその中のある者たちが言った「このおしゃべりは一体何を言おうとしているのか?」。また他の者たちは「あれは異国の神々を伝えようとしているらしい」と言った。パウロが「イエスと復活と」を述べ伝えていたからであった。そこで 彼らはパウロをアレオパゴスの評議所に連れて行って「君の語っている新しい教えがどんなものか知らせてもらえまいか」「君がなんだか珍しいことを我々に聞かせているのでそれが何のことなのか知りたいと思うのだ」と言った一体アテネ人もそこに滞在している外国人も皆何か耳新しいことを話したり聞いたりすることのみに 時を過ごしていたのであるそこでパウロはアレオパゴスの評議所の真ん中に立っていったアテネの人たちよあなた方はあらゆる点においてすこぶる宗教心に富んでおられると私は見ている実は私が道を通りながらあなた方の拝むいろいろなものをよく見ているうちに 知られない神にと刻まれた祭壇もあるのに気がついたそこであなた方が知らずに拝んでいるものを今知らせてあげようこの世界とその中にある万物とを作った神は天地の主であるのだから手で作った宮などにはお住みにならないまた何か不足でもしておるかのように 人の手によって仕えられる必要もない。神は、すべての人々に命と息と万物等を与え、また、一人の人からあらゆる民族を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに時代を区分し、国土の境界を定めてくださったのである。こうして、人々が熱心に追い求めて探しさえすれば、 神を見出せるようにしてくださった。事実、神は我々一人びと人から遠く離れておいでになるのではない。我々は神のうちに生き、動き、存在しているからである。あなた方のある詩人たちも言ったように、我々も確かにその子孫である。このように我々は神の子孫なのであるから、 神たるものを人間の技巧や空想で金や銀や石などに掘りつけたものと同じとみなすべきではない。神はこのような無知の時代をこれまでは見過ごしにされていたが、今はどこにおる人でも皆悔い改めなければならないことを命じておられる。神は義をもってこの世界を裁くためその日を定め、 お選びになった方によってそれを成し遂げようとされているすなわちこの方を死人の中からよみがえらせその確証を全ての人に示されたのである死人のよみがえりのことを聞くとある者たちはあざ笑いまたある者たちはこのことについてはいずれまた聞くことにすると言ったこうして パウロは彼らの中から出て行った。しかし彼に従って信じた者も,も幾人かあった。その中にはアレオパゴスの裁判人デオヌシオとラマリスという女、またその他の人々もいた。第十八章その後パウロはアテネを去って、 コリントへ行ったそこでアクラというポント生まれのユダヤ人とその妻プリスキラとに出会ったクラウデオ帝が全てのユダヤ人をローマから退去させるようにと命令したため彼らは近頃イタリアから出てきたのであるパウロは彼らのところに行ったが互いに同業であったのでその家に住み込んで一緒に仕事をした。 天幕作りがその職業であったパウロは安息日ごとに街道で論じてはユダヤ人やギリシャ人の説得に努めたシラスとテモテがマケドニアから下ってきてからはパウロは御言葉を伝えることに専念しイエスがキリストであることをユダヤ人たちに力強く明かししたしかし彼らがこれに反抗して罵り続けたので パウロは自分の上着を振り払って彼らに言った。あなた方の血はあなた方自身に帰れ。私には責任がない。今から私は違法人の方に行く。こう言って彼はそこを去り、テテオ・ユストという神を敬う人の家に行った。その家は街道と隣り合っていた。街道塚さクリスポは その家族一同とともに主を信じたまた多くのコリント人もパウロの話を聞いて信じ続々とバプテスマを受けたするとある夜幻のうちに主がパウロに言われた「恐れるな。語り続けよ。黙っているな。あなたには私がついている。誰もあなたを襲って危害を加えるようなことはない。 このの町には私の民が大勢いる。パウロは1年6ヶ月の間ここに腰を据えて神の言葉を彼らの間に教え続けたところがガリオが赤屋の総督であった時ユダヤ人たちは一緒になってパウロを襲い彼を法廷に引っ張っていって訴えた。 この人は立法に背いて神を拝むように人々をそそのかしています。パウロが口を開こうとすると、ガリオはユダヤ人たちに言った。ユダヤ人諸君、何か不法行為とか悪質の犯罪とかのことなら、私は当然諸君の訴えを取り上げもしようが、これは諸君の言葉や名称や立法に関する問題なのだから、諸君自ら始末するがよかろう。 私はそんなことの裁判人にはなりたくないこう言って彼らを法廷から追い払ったそこでみんなの者は街道づかさソステネを引き捕らえ法廷の前で打ちたたいたガリオはそれに対してそしらぬ顔をしていたさてパウロはなお幾日もの間滞在した後兄弟たちに別れを告げて シリアへ向け出版したプリスキラとアクラも同行したパウロはかねてからある誓願を立てていたのでケンクレアで頭を剃った一行がエペソに着くとパウロは2人をそこに残しておき自分だけ街道に入ってユダヤ人たちと論じた人々はパウロにもっと長い間滞在するように願ったが 彼は聞き入れないで、神の御心ならまたあなた方のところに帰ってこようと言って別れを告げ、エペソから船でした。それからカイザリアで上陸してエルサレムに登り、教会に挨拶してからアンテオケに下っていった。そこにしばらくいてから彼はまた出かけ、ガラテおよび古着屋の地方を歴訪して、すべての弟子たちを力づけた。 さて、アレキサンデリア生まれで聖書に精通ししかも雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。この人は主の道に通じておりまた霊に燃えてイエスのことを詳しく語ったり教えたりしていたがただヨハネのバプテスマしかか知っっていなかった。彼は街道で大胆に語り始めたそれをプリスキラとアクラトが聞いて彼を招き入れ さらに詳しく神の道を解き聞かせたそれからアポロが赤屋に渡りたいと思っていたので兄弟たちは彼を励まし先方の弟子たちに彼をよく迎えるようにと手紙を書き送った彼は到着してすでに恵みによって信者になっていた人たちに大いに力になった彼はイエスがキリストであることを聖書に基づいて示し 公然とユダヤ人たたちを激ししいでで論破したからである第19章アポロがコリントにいた時パウロは奥地を通ってエペソに来たそしてある弟子たちに出会って彼らに「あなた方は信仰に入った時に聖霊を受けたか?」と尋ねたところ「いいえ 聖霊なるものがあることさえ聞いたことがありませんと答えた。では、誰の名によってバプテスマを受けたのかと彼が聞くと、彼らはヨハネの名によるバプテスマを受けましたと答えた。そこでパウロが言った。ヨハネは悔い改めのバプテスマを授けたが、それによって自分の後に来る方、すなわちイエスを信じるように、 人々に勧めたのである人々はこれを聞いて「主イエス」の名によるバプテスマを受けたそしてパウロが彼らの上に手を置くと精霊が彼らに下りそれから彼らは威厳を語ったり予言をしたりしだしたその人たちはみんなで十二人ほどであったそれからパウロは街道に入った 3ヶ月の間大胆に神の国について論じまた勧めをしたところがある人たちは心をかたくなにして信じようとせず改宗の前でこの道を足ざまに行ったので彼は弟子たちを引き連れてその人たちから離れツラノの行動で毎日論じたそれが2年間も続いたのでアジアに住んでいる者はも ユダヤ人もギリシャ人も皆主の言葉を聞いた神はパウロの手によって異常な力ある技を次々になされた例えば人々が彼の身につけている手ぬぐいや前掛けを取って病人に当てるとその病気がのぞかれ悪霊が出ていくのであったそこでユダヤ人のまじないしで遍歴している者たちが 悪霊に疲れている者に向かって、主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによって命じる、出て行け、と試しに行ってみた。ユダヤの再死長、スケワという者の,の七人の息子たちもそんなことをしていた。すると、悪霊がこれに対して言った。イエスなら自分は知っている、パウロもわかっている。だが、 お前たちは一体何者だそして悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかりみんなを押さえつけて負かしたので彼らは傷を負ったまま裸になってその家を逃げ出した。このことがエペソに住むすべてのユダヤ人やギリシャ人に知れ渡ってみんな恐怖に襲われそして主イエスの名が崇められた。 また信者になった者が大勢来て自分の行為を打ち明けて告白したそれから魔術を行っていた多くの者が魔術の本を持ち出してきてはみんなの前で焼き捨てたその値段を総計したところ銀5万にも上ることが分かったこのようにして主の言葉はますます盛んに広まりまた力を増し加えていた。 ここれらのことがあったのちパウロは見たまに感じてマケドニアアカヤを通ってエルサレムへ行く決心をしたそして言った「私はそこに行った後是非ローマをも見なければならない」そこで自分に仕えているものの中からテモテとエラストとの2人をまずマケドニアに送り出しパウロ自身はなおしばらくアジアにとどまった。 その頃、この道について容易ならぬ騒動が起こった。その行きつはこうである。デメテリオという銀在孤人が銀でアルテミス神殿の模型を作って職人たちに少なからぬ利益を得させていた。この男がその職人たちや同類の仕事をしていた者たちを集めていった。諸君。 我々がこの仕事で金儲けをしていることはご承知の通りだ。しかるに諸君の見聞きしているようにあのパウロが手で作られたものは神様ではないなどと言ってエペソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を解きつけて謝らせた。これではお互いの仕事に悪評が立つ恐れがあるばかりか 大女神アルテミスの宮も軽んじられひいては全アジアいや全世界が拝んでいるこの大女神のご意向さえも消えてしまいそうであるこれを聞くと人々は怒りに燃え大声で「大いなるかなエペソビトのアルテミス」と叫び続けたそして町中が大混乱に陥り人々はパウロの道連れである マケドニア人ガイオとアリスタルコとを捉えて一斉に劇場へなだれ込んだパウロは群衆の中に入っていこうとしたが弟子たちがそれをさせなかったアジア州の議員でパウロの友人であった人たちも彼に使いをよこして劇場に入っていかないようにとしきりに頼んだ中では 集会が混乱に陥ってしまってある者はこのことをのもの者はあのことを怒鳴り続けていたので大多数の者は何のために集まったのかもわからないでいたそこでユダヤ人たちが前に押し出したアレキサンデルなるものを群衆の中のある人たちが促したため彼は手を振って人々に弁明を試みようとした。ところが 彼がユダヤ人だとわかると、みんなの者のが一斉に、大いなるかなエペソ人のアルテミス、と、2時間ばかりも叫び続けた。ついに、死の初期役が群衆を押し沈めていった。エペソの諸君、エペソ氏が大女神アルテミスと、甘くだったご神体との守護役であることを知らない者が一人でもいるだろうか。 これは否定のできない事実であるから、諸君はよろしく静かにしているべきで、乱暴な行動は一切してはならない。諸君はこの人たちをここに引っ張ってきたが、彼らは宮を荒らすものでも、我々の女神をそしるものでもない。だから、もしデメテリオなり、その職人仲間なりが、誰かに対して訴え事があるなら、 裁判の日はあるし、総督もいるのだから、それぞれ訴え出るが良い。しかし、何かもっと要求したいことがあれば、それは正式の議会で解決してもらうべきだ。今日の事件については、この騒ぎを弁護できるような理由が全くないのだから、我々は治安を乱す罪に問われる恐れがある。こう言って、彼はこの集会を解散させた。 第20章騒ぎがやんだ後、パウロは弟子たちを呼び集めて激励を与えた上、別れの挨拶を述べ、マケドニアへ向かって出発した。そしてその地方を通り、多くの言葉で人々を励ました後、ギリシャに来た。彼はそこで3ヶ月を過ごした。 それからシリアへ向かって船出しようとしていた矢先、彼に対するユダヤ人の陰謀が起こったので、マケドニアを経由して帰ることに決した。プロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人アリスタルコとセクンド、デルベ人ガイオ、それからテモテ、またアジア人テキコとトロピモがパウロの同行者であった。 この人たちは先発してトロアスで私たちを待っていた。私た私ちは徐行祭が終わった後にピリピから出版し5日かかってトロアスに到着して彼らと落ち合いそこに7日間滞在した週の初めの日に私たちがパンを裂くために集まった時パウロは翌日出発することにしていたので。 しきりに人々と語り合い、夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には、明かりがたくさん灯してあった。ユテコという若者が窓に腰をかけていたところ、パウロの話が長々と続くので、ひどく眠気がさしてきて、とうとうぐっすり寝入ってしまい、3階から下に落ちた。抱き起こしてみたら、もう死んでいた。 そこでパウロは降りてきて若者の上に身をかがめ彼を抱き上げて「騒ぐことはないまだ命がある」と言ったそしてまた上がっていってパンを裂いて食べてから明け方まで長い間人々と語り合ってついに出発した人々は生き返った若者を連れ帰りひとならず慰められた。 さて、私たちは先に船に乗り込みアソスへ向かって出版した。そこからパウロを船に乗せていくことにしていた彼だけは陸路を取ることに決めていたからであるパウロがアソスで私たちと落ち合った時私たちは彼を船に乗せてミテレネに行った。 そこから出版して翌日キオスの沖合にいたり次の日にサモスに寄りその翌日ミレトに着いたそれはパウロがアジアで時間を取られないためエペソには寄らないで続行することに決めていたからである彼はできればペンテコステの日にはエルサレムに着いていたかったので旅を急いだわけである そこでパウロはミレトからエペソに使いをやって教会の長老たちを呼び寄せたそして彼のところに寄り集まってきた時彼らに言った「私がアジアの地に足を踏み入れた最初の日以来いつもあなた方とどんな風に過ごしてきたかよくご存知である」すなわち謙遜の限りを尽くし涙を流し ユダヤ人の陰謀によって私の身に及んだ数々の試練の中にあって主に仕えてきたまたあなた方の益になることは公衆の前でもまた家々でもすべて余すところなく話して聞かせまた教えユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰等を強く進めてきたのである。 今や私は御霊に迫られてエルサレムへ行くあの都でどんなことが私の身に降りかかってくるか私にはわからないただ精霊が至るところの町々で私にはっきり告げているのは東国と観南とが私を待ち受けているということだしかし私は自分の皇帝を走り終え 主イエスから賜った神の恵みの福音を明かしする任務を果たしえさえしたら、この命は自分にとって少しも惜しいとは思わない。私は今信じている。あなた方の間を歩き回って御国を述べ伝えたこの私の顔を、みんなが今後二度と見ることはあるまい。だから今日この日に、 あなた方に断言しておく私はすべての人の血について何ら責任がない神の身胸を皆余すところなくあなた方に伝えておいたからであるどうかあなた方自身に気をつけまたすべての群れに気を配っていただきたい精霊は神が 巫女の血で贖がないとられた神の教会を牧させるために、あなた方をその群れの監督者にお立てになったのである。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らすようになることを私は知っている。また、あなた方自身の中からも、いろいろ曲がったことを言って 弟子たちを自分の方に引っ張り込もうとする者らが起こるであろう。だから、目を覚ましていなさい。そして、私が三年の間、夜も昼も涙をもって、あなた方一人一人を絶えず諭してきたことを忘れないでほしい。今、私は、主とその恵みの言葉とに、あなた方を委ねる。 御言葉にはあなた方の徳を立て、性別されたすべての人々と共に御国を継がせる力がある。私は人の金や銀や衣服を欲しがったことはない。あなた方自身が知っている通り、私のこの両手は自分の生活のためにも、また一緒にいた人たちのためにも働いてきたのだ。私は あなた方もこのように働いて弱い者を助けなければならないことまた受けるよりは与える方が幸いであると言われた「主イエス」の言葉を記憶しているべきことを万事について教え示したのであるこう言ってパウロは一同と共にひざまずいて祈った「みんなの者は激しく泣き悲しみ」 パウロの首を抱いて幾度も切分しもう二度と自分の顔を見ることはあるまいと彼が言ったので特に心を痛めたそれから彼を船まで見送った第21章さて私たちは人々と別れて船出してからコスに直行し 次の日はロドスに、そこからパタラに着いた。ここでピニケ行きの船を見つけたので、それに乗り込んで出版した。やがてクプロが見えてきたが、それを左手にして通り過ぎ、シリアへ航行を続け、ツロに入港した。ここで積み荷が陸揚げされることになっていたからである。 私たちは弟子たちを探し出してそこに7日間泊まったところが彼らは御霊の示しを受けてエルサレムには登っていかないようにとしきりにパウロに注意したしかし滞在期間が終わった時私たちはまた旅立つことにしたのでみんなの者は妻や子供を引き連れて町外れまで私たちを見送りに来てくれた そこで共に海岸にひざまずいて祈り互いに別れを告げたそれから私たちは船に乗り込み彼らはそれぞれ自分の家に帰った私たちは鶴からの高校を終わってトレマイに着きそこの兄弟たちに挨拶をし彼らのところに一日滞在した 翌日そこを立ってカイザリアに着きその7人の一人である電動車ピリポの家に行きそこに泊まったこの人に4人の娘があったがいずれも諸女であって予言をしていた幾日か滞在している間にアガポという予言者がユダヤから下ってきたそして私たちのところに来てパウロの帯を取り それで自分の手足を縛っていった。精霊がこうお告げになっている。この帯の持ち主をユダヤ人たちがエルサレムでこのように縛って、違法人の手に渡すであろう。私たちはこれを聞いて、土地の人たちと一緒になって、エルサレムには登っていかないようにと、パウロに願い続けた。その時、パウロは答えた。 あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体どうしようとするのか私は「シュイエス」の名のためならエルサレムで縛られるだけでなく死ぬことをも覚悟しているのだこうしてパウロが勧告を聞き入れてくれないので私たちは「主の御心が行われますように」と言っただけでそれ以上何も言わなかった。 数日後私たちは旅装を整えてエルサレムへ登っていったカイザリアの弟子たちも数人私たちと同行して古くからの弟子であるクプロビットマナソンの家に案内してくれた私たちはその家に泊まることになっていたのである私たちがエルサレムに到着すると兄弟たちは喜んで迎えてくれた。 翌日パウロは私たちを連れてヤコブを訪問しに行った。そこに長老たちが皆集まっていたパウロは彼らに挨拶をした後「神が自分の働きを通して違法人の間になさったことどもをいちいち説明した」一同はこれを聞いて神を褒めたたえそして彼に言った「兄弟よ ご承知のように、ユダヤ人の中で信者になった者が数万人も上っているが、みんな立法に熱心な人たちである。ところが、彼らが伝え聞いているところによれば、あなたは違法人の中にいるユダヤ人一同に対して、子供に割礼を施すな、またユダヤの慣例に従うなと言って、モーセに背くことを教えているということである。どうしたらよいか。 あなたがここに来ていることは彼らもきっと聞き込むに違いない。ついては今私たちが言う通りのことをしなさい。私たちの中に誓願を立てている者が4人いる。この人たちを連れて行って彼らと共に清めを行い、また彼らの頭を剃る費用を引き受けてやりなさい。そうすれば あなたについて噂されていることは根も葉もないことであなたは立法を守って正しい生活をしていることがみんなにわかるであろう。異法人で信者になった人たちにはすでに手紙で偶像に備えたものと血と絞め殺したものと不貧困等を慎むようにとの決議が私たちから知らせてある。そこで パウロはその次の日に4人の者を連れて彼らと共に清めを受けてから宮に入ったそして清めの期間が終わって一人一人のために供え物を捧げる時を報告しておいた7日の期間が終わろうとしていた時アジアから来たユダヤ人たちが宮の上でパウロを見かけて群衆全体を先導し始め パウロに手をかけてて叫び立てたイスラエルの人々よ火星に来てくれこの人は至る所で民と立法とこの場所に背くことをみんなに教えているその上にギリシャ人を宮の内に連れ込んでこの神聖な場所を汚したのだ彼らは前にエペソビトトロピモがパウロと一緒に街を歩いていたのを見かけてその人を パウロが宮のののに連れ込んだのだと思ったのである。そこで市全体が騒ぎ出し民衆が駆け集まってきてパウロを捕らえ宮の外に引きずり出したそしてすぐその後に宮の門が閉ざされた彼らがパウロを殺そうとしていた時にエルサレム全体が混乱状態に陥っているとの情報が守備隊の戦争長に届いたそこで 彼は早速兵卒や百卒長たちを率いてその場に駆けつけた人々は千卒長や兵卒たちを見てパウロを打ちたたくのをやめた千卒長は近寄ってきてパウロを捕らえ彼を二重の鎖で縛っておくように命じた上パウロは何者かまた何をしたのかと尋ねたしかし群衆がそれぞれ違ったことを叫び続けるため 騒がしくて確かのことがわからないので、彼はパウロを兵衛に連れて行くように命じた。パウロが階段に差し掛かった時には、群衆の暴行を避けるため兵卒たちに担がれて行くという始末であった。大勢の民衆があれをやっつけてしまえと叫びながらついてきたからである。パウロが兵衛の中に連れて行かれようとした時、戦争長に 一言あなたにお話してもよろしいですかと尋ねると、戦争長が言った。お前はギリシャ語が話せるのかでは、もしかお前は先頃反乱を起こした後、四千人の死角を引き連れて荒野へ逃げていったあのエジプト人ではないのかパウロは答えた。私はタルソ生まれのユダヤ人で、キリキアの歴とした都市の市民です。 お願いい。ですが、民衆に話をささせてください戦争長が許してくれたのでパウロは階段の上に立ち民衆に向かって手を振ったすると一同がすっかり静粛になったのでパウロはヘブル語で話し出した第22章。 兄弟たち、父たちよ、今申し上げる私の弁明を聞いていただきたい。パウロがヘブル語でこう語りかけるのを聞いて、人々はますます静粛になった。そこで彼は言葉を継いで言った。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人であるが、この都で育てられ、 ガマリエルの膝元で先祖伝来の立法について厳しい訓導を受け、今日の皆さんと同じく神に対して熱心なものであった。そして、この道を迫害し、男であれ女であれ縛り上げて極に投じ、彼らを死に至らせた。このことは大祭司も長老たち一同も証明するところである。 さらに私はこの人たちからダマスコの同志たちへ宛てた手紙をもらってその地にいる者たちを縛り上げエルサレムに引っ張ってきて処刑するため出かけていった旅を続けてダマスコの近くに来た時に真昼頃突然強い光が天から私をめぐり照らした私は地に倒れたそして サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、と呼びかける声を聞いた。これに対して私は、主よ、あなたはどなたですかと言った。すると、その声が、私は、あなたが迫害している、ナザレビとイエスである、と答えた。私と一緒にいた者たちは、その光は見たが、 私に語りかかかけたた方の声は聞かなかった私が「主よ私は何をしたらよいでしょうか?」と尋ねたところ主は言われた「起き上がってダマスコに行きなさい」「そうすればあなたがするように決めてあることが全てそこで告げられるであろう」私は 光の輝きで目がくらみ何も見えなくなっていたので連れの者たちに手を引かれながらダマスコに行ったすると立法に忠実でダマスコ在住のユダヤ人全体に評判の良いアナニアという人が私のところに来てそばに立ち兄弟サウロよ見えるようになりなさいと言ったするとその瞬間に 私の目が開いて彼の姿が見えた。彼は言った。私たちの先祖の神があなたを選んで身胸を知らせ、かの偽人を見させ、その口から声をお聞かせになった。それはあなたがその見聞きしたことにつきすべての人に対して彼の証人になるためである。そこで今、 何のためらうことがあろうかすぐ立って皆を唱えてバプテスマを受けあなたの罪を洗い落としなさいそれから私はエルサレムに帰って宮で祈っているうちに夢うつつになり主にまみえたが主は言われた急いですぐにエルサレムを出て行きなさい私についてのあなたの証しを 人々が受け入れないから。そこで私が言った。主よ、彼らは私が至るところの街道であなたを信じる人々を極に投じたり、鞭打ったりしていたことを知っています。また、あなたの証人、ステパノの血が流された時も、私は立ち会っていてそれに賛成し、また彼を殺した人たちの上着の番をしていたのです。 すると主が私に言われた「行きなさい私があなたを遠く違法の民へ遣わすのだ」彼の言葉をここまで聞いていた人々はこの時声を張り上げていった「こんな男は地上から取り除いてしまえ生かしておくべきではない」人々がこう喚きたてて空中に上着を投げ塵をまき散らす始末であったので 長はパウロを平英に引き入れるように命じどういうわけで彼に対してこんなにわめき立てているのかを確かめるため彼を無知の拷問ににかけて取り調べるように言い渡した彼らが無知を当てるため彼を縛りつけていた時パウロはそばに立っている百卒長に言った。 ローマの市民たる者を裁判にかけもしないで鞭打ってよいのか百卒長はこれを聞き、戦争長のところに行って報告し、そして言った。どうなさいますかあの人はローマの市民なのです。そこで戦争長がパウロのところに来て言った。私に言ってくれ。あなたはローマの市民なのかパウロは、そうです。と言った。 これに対して、戦争長が言った。私は、この市民権を多額の金で買い取ったのだ。すると、パウロは言った。私は、生まれながらの市民です。そこで、パウロを取り調べようとしていた人たちは、直ちに彼から身を引いた。戦争長も、パウロがローマの市民であること、また、 そういういい人を縛っていたことが分かって恐れた。翌日彼はユダヤ人がなぜパウロを訴え出たのかその真相を知ろうと思って彼を説いてやり同時に再首長たちと全議会とを召集させそこに彼を引き出して彼らの前に立たせた第23章。 パウロは議会を見つめていった。兄弟たちよ。私は今日まで、神の前にひたすら明らかな良心に従って行動してきた。すると、大祭司アナニアがパウロのそばに立っている者たちに彼の口を打てと命じた。その時、パウロはアナニアに向かって言った。白く塗られた壁よ。 神があなたを撃つであろう。あなたは立法に従って私を裁くために座についているのに、立法に背いて私を撃つことを命じるのか。すると、そばに立っている者たちが言った。神の大祭司に対して無礼なことを言うのか。パウロは言った。兄弟たちよ、彼が大祭司だとは知らなかった。聖書に、 民の頭を悪く言ってはいけないと書いてあるのだった。パウロは、議員の一部がサドカイ人であり、一部はパリサイ人であるのを見て、議会の中で声を高めていった。兄弟たちよ、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子である。私は死人の復活の望みを抱いていることで裁判を受けているのである。 彼がこう言ったところ、パリサイ人とサドカイ人との間に相論が生じ、回収が相分かれた。元来、サドカイ人は復活とか天使とか霊とかは一切存在しないと言い、パリサイ人はそれらは皆存在すると主張している。そこで大騒ぎとなった。 パリサイ派のある立法学者たちが立ってて強く主張していった我々はこの人には何も悪いことがないと思うあるいは霊か天使かが彼に告げたのかもしれない」こうして騒論が激しくなったので戦争長はパウロが彼らに引き裂かれるのを気遣って兵卒どもに 降りて行ってパウロを彼らの中から力強くで引き出し平穏に連れてくるように命じた。その夜、主がパウロに望んで言われた。しっかりせよ、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなくてはならない。夜が明けるとユダヤ人らは申し合わせをして パウロを殺すまでは飲食を一切断つと誓い合ったこの陰謀に加わった者は40人余りであった彼らは祭司長たちや長老たちのところに行ってこう言った「我々はパウロを殺すまでは何も食べない」と固く誓い合いましたついてはあなた方は議会と組んで彼のことでなお詳しく取り調べをするように見せかけ パウロをあなた方のところに連れ出すように、戦争長に頼んでください。我々としては、パウロがそこに来ないうちに、殺してしまう手筈をしています。ところが、パウロの姉妹の子が、この待ち伏せのことを耳にし、兵衛に入っていって、パウロにそれを知らせた。そこで、パウロは百卒長の一人を呼んでいた この若者を、千卒長のところに連れて行ってください。何か報告することがあるようですから。この百卒長は、若者を連れて行き、千卒長に引き合わせて行った。囚人のパウロが、この若者があなたに話したいことがあるので、あなたのところに連れて行ってくれるようにと、私を呼んで頼みました。そこで、千卒長は、 若者の手を取り、人のいないところへ連れて行って訪ねた。私に話したいことというのは何か。若者が言った。ユダヤ人たちがパウロのことをもっと詳しく取り調べをすると見せかけて、明日議会に彼を連れ出すように、あなたに頼むことに決めています。どうぞ、彼らの頼みを取り上げないでください。40人余りの者が パウロを待ち伏せしているのです。彼らはパウロを殺すまでは飲食を一切断つと固く誓い合っています。そして今手はずを整えてあなたの許可を待っているところなのです。そこで戦争長はこのことを私に知らせたことは誰にも口外するなと命じて若者を返した。それから 彼は百卒長2人を呼んでいった。お兵200名、騎兵70名、僧兵200名をカイザリアに向けて出発できるように今夜9時までに用意せよ。またパウロを乗せるために馬を用意して彼を総督ペリクスのもとへ無事に連れて行け。さらに彼は次のような文面の手紙を書いた。 クラウデオ・ルシア。謹んで、総督ペリクス閣下の平安を祈ります。本人のパウロが、ユダヤ人に捕らえられ、まさに殺されようとしていたのを、彼のローマ市民であることを知ったので、私は兵卒たちを率いて行って、彼を救い出しました。それから、彼が訴えられた理由を知ろうと思い、彼を議会に連れて行きました。ところが、 彼はユダヤ人の立法の問題で訴えられたものであり、何ら死刑または投獄にあたる罪のないことがわかりました。しかし、この人に対して陰謀が巡らされているとの報告がありましたので、私はとりあえず彼を閣下のもとにお送りすることにし、訴える者たちには閣下の前で彼に対する申し立てをするようにと命じておきました。 そこで歩兵たちは命じられた通りパウロを引き取って夜の間にアンテパトリスまで連れて行き翌日は騎兵たちにパウロを護送させることにして兵永に帰っていった騎兵たちはカイザリアに着くと手紙を総督に手渡しさらにパウロを彼に引き合わせた総督は手紙を読んでからパウロに どの,州のものかと尋ね「キリキアの出」だと知って訴え人たちが来た時にお前を調べることにすると言ったそしてヘロデの鑑定に彼を守っておくように命じた第24章五日の後大祭司アナニアは長老数名と テルトロとという弁護人とを連れて下り総督にパウロを訴えれたパウロが呼び出されたのでテルトロは論告を始めた「ペリクス閣下私たちが閣下のおかげで十分に平和を楽しみまたこの国がご配慮によってあらゆる方面にまた至る所で改善されていることは私たちの感謝してやまないところであります」。ししかし ご迷惑をかけないように、くどくどと述べずに手短に申し上げますから、どうぞ忍んでお聞き取りのほどお願いいたします。さて、この男は、疫病のような人間で、世界中のすべてのユダヤ人の中に騒ぎを起こしているものであり、また、ナザレビトラの異端の頭であります。この者が宮までも怪我そうとしていたので、私たちは彼を捕獲したのです。 そして立法に従って裁こうとしていたところ戦争長ルシアが干渉して彼を無理に私たちの手から引き離してしまい彼を訴えた人たちは閣下のところに来るようにと命じましたそれで閣下ご自身でお調べになれば私たちが彼を訴え出た理由が全部お分かりになるでしょうユダヤ人たちも このの訴えに同調して全くその通りだと言ったそこで総督が合図をして発言を促したのでパウロは答弁して言った「各課が多年にわたりこの国民の裁判を司さどっておられることをよく承知していますので私は喜んで自分のことを弁明いたします」。お調べになればわかるはずですが 私が礼拝をしにエルサレムに登ってから、まだ十二日そこそこにしかなりません。そして、宮の内でも、街道内でも、あるいは市内でも、私が誰かと葬論したり、群衆を先導したりするのを見たものはありませんし、今、私を訴え出ていることについて、閣下の前にその証拠を挙げうるものはありません。ただ、 私はこのこのとはは、認めます。私は彼らが異端だとしている道に従って私たちの先祖の神に仕え立法の教えるところまた預言者の書に書いてあることをことごとく信じまた正しいものも正しくないものもやがてよみがえるとの希望を神を仰いで抱いているものです。この希望は彼ら自身も持っているのです。 私はまた神に対しまた人に対して良心に責められることのないように常に努めていますさて私は幾年ぶりかに帰ってきて同胞に施しをしまた供え物をしていましたその時彼らは私が宮で清めを行っているのを見ただけであって群衆もいず騒動もなかったのですところが アジアから来た数人のユダヤ人が「彼らが私に対して何か咎め立てをすることがあったならよろしく閣下の前に来て訴えるべきでした」「あるいは何か私に不正なことがあったなら私が議会の前に立っていた時彼ら自らそれを指摘すべきでした」「ただ私は彼らの中に立って私は死人のよみがえりのことで」 今日あなた方の前で裁きを受けているのだと叫んだだけのことです。ここでペリクスはこの道のことを相当わきまえていたので、戦争長ルシアが下ってくるのを待ってお前たちの事件を判決することにすると言って裁判を延期した。そして百卒長にパウロを監禁するように。しかし、 彼を寛大に取り扱い友人らが世話をするのを止めないようにと命じた数日経ってからフェリクスはユダヤ人である妻ドルシラと一緒に来てパウロを呼び出しキリストイエスに対する信仰のことを彼から聞いたそこでパウロが正義節制未来の審判などについて論じているとフェリクスは 不安を感じてきてき「今日はこれで帰るがよいまた良い機会を得たら呼び出すことにする」彼はそれと同時にパウロから金をもらいたい下心があったので度々パウロを呼び出しては語り合ったさて2か年たった時ポルキオフェストがペリクスと交代して任に就いた。 ペリクスはユダヤ人の関心を買おうと思ってパウロを監禁したままにしておいた第25章さてフェストは認知についてから3日の後カイザリアからエルサレムに登ったところ最首長たちやユダヤ人の主だった者たちがパウロを訴え出て。 彼をエルサレムに呼び出すよう取り計らっていただきたいとしきりに願った彼らは途中で待ち伏せして彼を殺す考えであったところがフェストは「パウロがカイザリアに監禁してあり自分もすぐそこへ帰ることになっている」と答えそして言った「ではもしあの男に何か不都合なことがあるならお前たちのうちの有力者らが 私と一緒に下って行ってて行訴えるがよかろうフェストは彼らの間に8日か10日ほど滞在した後カイザリアに下っていきその翌日裁判の席についてパウロが姿を現すとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちが彼を取り囲み彼に対してさまざま重い罪状を申し立てたが。 いずれもその証拠を挙げることはできなかった。パウロは、私はユダヤ人の律法に対しても、宮に対しても、またカイザルに対しても、何ら罪を犯したことはない、と弁明した。ところがフェストは、ユダヤ人の関心を買おうと思って、パウロに向かって言った。お前はエルサレムに上り、この事件に関し、 私からそこで裁判を受けることを承知するか。パウルは言った。私は今、カイザルの法廷に立っています。私はこの法廷で裁判されるべきです。よくご承知の通り、私はユダヤ人たちに何も悪いことをしてはいません。もし、私が悪いことをし、死に当たるようなことをしているのなら、死を免れようとはしません。 しかし、もし彼らの訴えることに何の根拠もないとすれば、誰も私を彼らに引き渡す権利はありません。私はカイザルに上訴します。そこでフェストは、売石の者たちと協議した上答えた。お前はカイザルに上訴を申し出た。カイザルのところに行くがよい。数日経った後、 アグリッパ王とベルニケとがフェストに敬意を表するためカイザリアに来た二人はそこに何日間も滞在していたのでフェストはパウロのことを王に話していったここにペリクスが囚人として残していった一人の男がいる私がエルサレムに行った時この男のことを 祭市長たちやユダヤ人の長老たちが私に報告し、彼を罪に定めるようにと要求した。そこで私は彼らに答えた。訴えられた者が訴えた者の前に立って告訴に対し弁明する機会を与えられない前に、その人を見放してしまうのはローマの慣例にはないことである。それで彼らがここに集まってきたとき、 私は時を移さず次の日に裁判の席についてその男を引き出させた訴えた者たちは立ち上がったが私が推測していたような悪事は彼について何一つ申し立てはしなかったただ彼と争い合っているのは彼ら自身の宗教に関しまた 死んでしまったのに生きているとパウロが主張しているイエスなるものに関する問題に過ぎない。これらの問題をどう取り扱ってよいかわからなかったので、私は彼にエルサレムに行ってこれらの問題についてそこで裁いてもらいたくはないかと尋ねてみた。ところがパウロは皇帝の判決を受けるときまでこのまま自分を留めておいてほしいというので、 カイザルに彼を送り届ける時までとどめておくようにと命じておいた。そこでアグリッパがフェストに「私もその人の言い分を聞いてみたい」と言ったのでフェストは「では明日彼から聞き取るようにしてあげよう」と答えた。翌日アグリッパとベルニケとは大いに意義を整えて 戦争長たたたたちちや死の主だっった人たちとにに陰犬所に入ってきたするとフェストの命によってパウロがそこに引き出されたそこでフェストが言った「アグリッパ王並びに五輪席の諸君ご覧になっているこの人物はユダヤ人たちがこぞってエルサレムにおいてもまたこの地においてもこれ以上生かしておくべきではないと叫んで 私に訴え出ているる。ものであるしかし彼は死に当たることは何もしていないと私は見ているのだが彼自身が皇帝に上訴すると言い出したので彼をそちらへ送ることに決めたところが彼について主君に書き送る確かなものが何もないので私は彼を諸君の前に特にアグリッパ王よあなたの前に引き出して 取り調べをした後上書すべき材料を得ようと思う囚人を送るのにその告訴の理由を示さないということは不合理だと思えるからである第26章アグリッパはパウロに「お前自身のことを話してもよい」と言ったそこでパウロは手を差し伸べて弁明をし始めた。 アグリッパ王よ。ユダヤ人たちから訴えられているすべてのことに関して、今日、あなたの前で弁明することになったのは、私の幸せに思うところであります。あなたは、ユダヤ人のあらゆる慣例や問題をよく知り抜いておられる方ですから、私の申すことを寛大なお心で聞いていただきたいのです。さて、私は、若い時代には、 は初めから自国民の中でまたエルサレムで過ごしたのですがその頃の私の生活ぶりはユダヤ人がみんなよく知っているところです彼らは私を初めから知っているので証言しようと思えばできるのですが私は私たちの宗教の最も厳格な歯に従ってパリサイ人としての生活をしていたのです今私は 神が私たちの先祖に約束なさった希望を抱いているために裁判を受けているのであります。私たちの十二の部族は夜昼熱心に神に仕えてその約束を得ようと望んでいるのです。王よ、この希望のために私はユダヤ人から訴えられています。神が死人をよみがえらせるということが、 あななた方にはどううしして信じられないことと思えるのでしょうか私自身も以前にはナザレビとイエスの名に逆らって反対の行動をすべきだと思っていましたそして私はそれをエルサレムで刊行し祭司長たちから権限を与えられて多くの生徒たちを獄に閉じ込め彼らが殺される時にはそれに賛成の意を表しました。 それから至る所の街道でしばしば彼らを罰して無理やりに神を汚す言葉を言わせようとし彼らに対してひどく荒れ狂いついに外国の町々にまで迫害の手を伸ばすに至りました。こうして私は再市長たちから権限と委任等を受けてダマスコに行ったのですがおよその途中 マヒルに光が天から差してくるのを見ました。それは太陽よりももっと光り輝いて私と同行者たちとを巡り照らしました。私たちは皆地に倒れましたが、その時ヘブル語で私にこう呼びかける声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。 棘のああるるをを蹴れば傷を負うだけである「そこで私が『主よあなたはどなたですか』と尋ねると主は言われた『私はあなたが迫害しているイエスである』さ『さあ起き上がって自分の足で立ちなさい』」。 私があなたに現れたのはあなたが私にあったこととあなたに現れて示そうとしていることとを証ししこれを伝える務めにあなたを任じるためである私はこの国民と違法人との中からあなたを救い出し改めてあなたを彼らに遣わすがそれは彼らの目を開き 彼らを闇から光へ、悪魔の支配から神の身元へ帰らせ、また彼らが罪の許しを得、私を信じる信仰によって性別された人々に加わるためである。それですから、アグリッパ王よ、私は天よりの刑事に背かず、まず初めにダマスコにいる人々に、それから、 エルサレムにいる人々さらにユダヤ全土ならびに違法人たちに悔い改めて神に立ち返り悔い改めにふさわしい技を行うようにと説き進めましたそのためにユダヤ人は私を宮で引き捕らえて殺そうとしたのですしかし私は今日に至るまで神の加護を受けこのように立って小さいものにも 大きいものにも証しをなし預言者たちやモーセが今後起こるべきだと語ったことをそのまま述べてきましたすなわちキリストが苦難を受けることまた死人の中から最初によみがえってこの国民と違法人とに光を述べ伝えるに至ることを証ししたのですパウロがこのように弁明をしていると フェストは大声で言った。パウロよ、お前は気が狂っている。博学がお前を狂わせている。パウロが言った。フェスト閣下よ、私は気が狂ってはいません。私は真面目な真実の言葉を語っているだけです。王はこれらのことをよく知っておられるので、王に対しても率直に申し上げているのです。それは、 片隅ででで行われれたたののははなないいすす。から、一つとととして王が見逃されたことはないと信じますアグリッパ王よ。あなたは預言者を信じますか信じておられると思います。アグリッパがパウロに言った。お前は少し解いただけで私をクリスチャンにしようとしている。パウロが言った。解くことが少しであろうと多くであろうと。 私が神に祈るのはただあなただけでなく今日私の言葉を聞いた人も皆私のようになってくださることですこのような鎖は別ですがそれから王も総督もベルニケもまた列席の人々も皆立ち上がった退場してから互いに語り合っていったあの人は 死や盗獄にあたるようなことをしてはいないそしてアグリッパがフェストに言ったあの人はカイザルに上訴していなかったら許されたであろうに第二十七章さて私たちが船でイタリアに行くことが決まった時パウロとその他数人の囚人とは この遺体の百卒鳥、ユリアスに託された。そして私たちは、アジア沿岸の各所に寄港することになっているアドラミテオの船に乗り込んで出版した。テサロニケのマケドニア人、アリスタルコも同行した。次の日、シドンに入港したが、ユリアスはパウロを親切に取り扱い、 友人をを訪れて艦隊を受けることを許したそれから私たちはここから船でしたが逆風にあったのでクプロの島陰を航行しキリキアとパンフリアの沖を過ぎてルキアのミラに入港したそこにイタリア行きのアレキサンドリアの船があったので百息町は私たちをその船に乗り込ませた。幾日もの間 船の進みが遅くて私たちはかろうじて国ドの沖合に来たが風が私たちの行く手を阻むのでサルモネの沖クレテの島陰を航行しその岸に沿って進みかろうじて良き港と呼ばれるところに着いたその近くにラサヤの町があった長い時が経過し断食期も過ぎてしまいすでに 航海が危険な季節になったのでパウロは人々に警告していった「皆さん私の見るところではこの航海では罪み荷や船体ばかりでなく我々の生命にも危害と大きな損失が及ぶであろう」しかし百卒長はパウロの意見よりも船長や船主の方を信頼したなお この港は冬を過ごすのに適しないので、大多数のものはここから出て、できれば何とかして南西と北西とに面しているクレテのピニクス港に行って、そこで冬を過ごしたいと主張した。時に南風が静かに吹いてきたので、彼らはこの時とばかりに怒りを上げて、クレテの岸に沿って航行した。 すると、間もなく、遊楽論と呼ばれる暴風が島から吹き下ろしてきた。そのために、船が流されて、風に逆らうことができないので、私たちは吹き流されるままに任せた。それから、クラウダという小島の影に入り込んだので、私たちはやっとのことで小舟を処置することができ、それを船に引き上げてから、綱で船体を巻きつけた。 またスルテスの巣に乗り上げるのを恐れ帆を下ろして流されるままにした私たちは暴風にひどく悩まされ続けたので次の日に人々は積み荷を捨て始め3日目には船熊までも手陣から投げ捨てた幾日もの間太陽も星も見えず暴風は激しく吹き捨ぶので私たちの助かる最後の望みもなくなった みんなのものは長い間食事もしないでいたが、その時パウロが彼らの中に立っていった。皆さん、あなた方が私の忠告を聞き入れて、くれてから出なかったら、このような危害や損失を被らなくて済んだはずであった。だが、この際お勧めする。元気を出しなさい。船が失われるだけで、 あなた方の中で生命を失う者は一人もいないであろう。昨夜、私が仕え、また拝んでいる神からの見つかいが私のそばに立っていった。パウロよ、恐れるな。あなたは必ずカイザルの前に立たなければならない。確かに神はあなたと同線の者のをことごとくあなたに賜っている。だから皆さん、 元気を出しなさい。万事は私に告げられた通りになっていくと私は神かけて信じている我々はどこかの島に打ち上げられるに相違ない私たちがアドリア海に漂ってから十四日目の夜になった時真夜中頃スイフラはどこかの陸地に近づいたように感じたそこで 水の深さを測ってみたところ 20km であることが分かったそれから少し進んでもう一度測ってみたら 15km であった私たちが万一暗礁に乗り上げては大変だと人々は気遣って友から4つの怒りを投げ下ろし夜の明けるのを待ちわびていたその時スイフラが船から逃げ出そうと思って かから怒りを投げ下ろすと見せかけ、小舟を海に下ろしていたのでパウロは百卒長へ兵卒たちに言った「あの人たちが船に残っていなければあなた方は助からない」そこで兵卒たちは小舟の綱を断ち切ってその流れていくままに任せた夜が明けかけた頃パウロは一同の者に食事をするように勧めていた。 あなた方が食事もせずに見張りを続けてから何も食べないで今日が十四日目にあたる。だから今食事をとることをおすすめする。それがあなた方を救うことになるのだから。確かに髪の毛一筋でもあなた方の頭から失われることはないであろう。彼はこう言ってパンをとり。 みんなの前で神に感謝しそれを裂いて食べ始めたそこでみんなのものも元気づいて食事をした船にいた私たちは合わせて276人であったみんなのものは十分に食事をした後穀物を海に投げ捨てて船を軽くした夜が明けて どこの土地かよく分からなかったが砂浜のある入り江が見えたのでできればそれに船を乗り入れようということになったそこで怒りを切り離して海に捨て同時に火事の綱を緩め風に前の方を上げて砂浜に向かって進んだところが潮流の流れ合うところに突き進んだため船を浅瀬に乗り上げてしまって へ先がめり込んで動かなくなり、んでかななくの方は兵卒たちは囚人らが泳いで逃げるおそれがあるので殺してしまおうと諮ったが百卒長はパウロを救いたいと思うところからその意図を退け泳げる者はまず海に飛び込んで陸に行きその他のものは板や船の破片に乗っていくように命じた。 こうして全部のものが上陸して救われたのであった第28章私たちがこうして救われてから分かったがこれはマルタと呼ばれる島であった土地の人々は私たちに並々ならの親切を表してくれたすなわち降りしきる雨や寒さをしのぐために火を焚いて 私たち一同をねぎらってくれたのである。その時、パウロは一抱えの芝を束ねて火にくべたところ、熱気のためにマムシが出てきて彼の手に噛みついた。土地の人々はこの生き物がパウロの手からぶら下がっているのを見て、互いに言った。この人はきっと人殺しに違いない。海からは逃れたが、理系の神様が 彼を生かかしてはおかないのだところが、パウロは、マムシを火の中に振り落として、何の害もこむらなかった。彼らは、彼が間もなく腫れ上がるか、あるいは、たちまち倒れて死ぬだろうと、様子を伺っていた。しかし、長い間伺っていても、彼の身に何の変わったことも起こらないのを見て、彼らは考えを変えて、 この人は神様だと言い出した。さて、その場所の近くに、島の市長、ポプリオという人の所有地があった。彼はそこに、私たちを招待して、三日の間、親切にもてなしてくれた。たまたま、ポプリオの父が咳痢を患い、高熱で床についていた。そこで、パウロは、その人のところに入って行って、 祈り手を彼の上に置いてて癒してやったこのことがあってから他に病気をしている島の人たちが続々とやってきて皆癒された彼らは私たちを非常に尊敬し出版の時には必要な品々を持ってきてくれた3ヶ月経った後私たちはこの島に冬ごもりをしていた デオスクリの船飾りのあるアレキサンドリアの船で出版した。そして白草に寄港して3日の間停泊し、そこから進んでレギオンに行った。それから1日置いて南風が吹いてきたのに常じ、2日目にポテオリに着いた。そこで兄弟たちに会い、進められるまま彼らのところに7日間も滞在した。 それから私たちはついにローマに到着した。ところが兄弟たちは私たちのことを聞いてアピオポロ及びトレスタベルネまで出迎えてくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し勇み立った。私たちがローマに着いた時、パウロは一人の万兵をつけられ一人で住むことを許された。 3日たってからパウロは主だったたた。ユダヤ人たちを招いたみんなの者が集まった時彼らに言った「兄弟たちよ私は我が国民に対してもあるいは先祖伝来の慣例に対しても何一つ背く行為がなかったのにエルサレムで囚人としてローマ人たちの手に引き渡された」。 彼らは私を取り調べた結果何ら死にあたる罪状もないので私を釈放しようと思ったのであるがユダヤ人たちがこれに反対したため私はやむを得ずカイザルに上訴するに至ったのであるしかし私は我が同胞を訴えようなどとしているのではないこういうわけであなた方に会って語り合いたいと願っていた。事実、私は、 イスラエルの抱いている希望のゆえにこの鎖につながれているのであるそこで彼らはパウロに言った私たちはユダヤ人たちからあなたについて何の文書も受け取っていないしまた兄弟たちの中からここに来てあなたについて不利な報告をしたり悪行を言ったりしたものもなかった 私たちはあなたの考えていることを直接あなたから聞くのが正しいことだと思っている。実はこの宗派については至るところで反対のあることが私たちの耳にも入っている。そこで日を定めて大勢の人がパウロの宿に詰めかけてきたので、朝から晩までパウロは語り続け、神の国のことを明かし,し、また モーセの立法や預言者の書を引いてイエスについて彼らの説得に努めたある者はパウロの言うことを受け入れある者は信じようともしなかった互いに意見が合わなくてみんなの者が帰ろうとしていた時パウロは一言述べていった「精霊はよくも預言者イザヤによってあなた方の先祖に語ったものである」。 この民に言って言え、あなた方は聞くには聞くが決して悟らない。見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍くなり、その耳は聞こえにくく、その目は閉じている。それは彼らが目で見ず、耳で聞かず、心で悟らず、悔い改めて癒されることがないためである。 そこであなた方は知っておくがよい。神のこの救いの言葉は違法人に送られたのだ。彼らはこれに聞きたがうであろうパウロがこれらのことを述べ終わるとユダヤ人らは互いに論じ合いながら帰っていったパウロは自分の借りた家に万二年の間住んで訪ねてくる人々を皆迎え入れ はばからず、また妨げられることもなく神の国を述べ伝え主イエス・キリストのことを教え続けた。